チーム名も老人ホームで長老ですし、もうエンジョイでいいですわ。お前のチーム名先に言い訳してるだけなんじゃねえのか。ニッツァ、俺と10先で勝負しろ。あなたは？48歳、プロゲーマー、非戦おじさん。クロクロさん、ここは俺にやらせてください。チーム老人ホーム、ザ38、48歳プロゲーマー、非戦おじさん48。俺を忘れたか。解説、福祉、ラウンドガール、伊藤美代、ニーナソムリエ、馬鹿。ザ38 VS 非戦おじさん48。はい、どうもお久しぶりです。こんな感じで映ってるのかな。あ、俺ヘアスタイル何もしてない、ワックスつけるの忘れちゃったんだけど久しぶりのあれだったんで忙しすぎてさ、なんかね本当大変でそうでしたね準備から何か大変だったよ、大変だった、待ってたんですよ、待ってた、うん、こういうコンセプトマッチが、うん、鉄拳界には少なかったの。そうね、うん、いや分かるんですよ、競技シーンも僕は実況解説やってすごい楽しいんですけ ど、 なるほど、やっぱりなんかそれぞれの戦いっていうのがあるじゃないですか、うん、毎日皆さんあの日々いい戦ってると思うんですけど、そんな中でもいろんなコンセプトがあっていいだろうというところで、それでクロクロさんのねこのエキシビジョンというかこのコンセプトマッチずっと圧縮飛来やってなかったからね。そうですよまあいろいろなね、あのいろいろウイルスが出ちゃったからそれなんですけども、あ、本日もねこ の、 あのルーシーですよね、はい、神保町で行ってます。あの対策をした上で、換気等もした上で、やらせていただいておりますが、なかなか時勢的に厳しかったですけど、これから少しずつイベントやっていきたい、これをやっていこうと思いますんで、はい、あのちゃんと PV 作ってなぜこの人たちが戦うかっていうのをバックグラウンド説明した上で、そうすればやっぱみんなあの盛り上がるじゃないですか、はい、それをやっていきたいなと思います。これあのあれなんですよね、そのオフィシャルじゃないからクズお前好き放題やっていいよって言われたんですけど、うん、あのじゃあもう裸でやってやろうかなと思ったら、うん、一応それはガイドラインでダメなんですね、おっぱい的な乳輪的なのダメ、ね、そうだからそうなんですよ、だから一応このねあのセーターとか着てやってますが、なんかトレーニングスーツじゃないの、うん、服装といえばねトレーニングだから、なぜかあのいつもあのトレーニングしてるっていうあれなんでね、それでやっていきたいと思います。ギリギリのね、状況で、まあ、のこじつけました、はい、今日の出演者が6名、選手2人にサポーターがそれぞれ2人ついてます、はい、じゃあ福須ちょっと自己紹介の方を振ってってもらってよろしいでしょうか。かしこまりました、皆さんワイプに映ってる方々だと思います、この左から、順番にですね手前、本日の演者の1人主役の1人ですね、非戦おじさんから、ご紹介、自己紹介をいただければと思います。よろしくお願いします。マイク入っております。はい、非戦おじさん48と申します。よろしくお願いします。頑張ります。続いてお隣みおさんお願いします。はい、非戦おじさん48さんのラウンドガール手伝い応援をしに来ました、グラビアモデルのみおです。ありがとうございます。よろしくお願いします。さて、もう一人セコンドと言っていいのかな、パートナーと言っていいのかな、この人が駆けつけてくれました、馬下、よろしくお願いします。さあ逆に、ワイプの右下ですね、こちら側のサイド、もう一方の主役です、ニッツァさんです。よろしくお願いします。お願いします。ニッツァです。よろしくお願いします。さあお隣、村上さんです。よろしくお願いします。ニッツァさんの応援をさせていただきます。村上です。よろしくお願いします。そしてこの方です。ちょっと見切れてますね、ちょっと見切れてますね、ちょっと寄っていただければと思います。この方が駆けつけてくれました、マタドールさんです。よろしくお願いします。禁止ワードが多くて
このまあシャイな感じですけどね、和田さん来てくれるって嬉しいですね。よろしくお願いします。豪華だと思います。以上、こちら画面の、映る方々は主にこの6人の方々で、お送りしようと思います。実況解説は、私と黒黒さんがやらせていただきますが、戦いをこの3人の方で、まあ、主役はお二方ですねで送らせていただきますので、皆様改めましてよろしくお願いいたします。さあ早速ですが、黒黒さん、どうしましょう。レギュレーションの説明や本日のコンセプトに話を移らせていただいてよろしいですか。そうですね、この、まあ、10先です。10先を、2時間かけてやろうと思ってますんで、大体、はい、ですね、結構1試合終わったらすぐリマッチっていうような真剣勝負が多かったとは思うんですけども、今日はですね作戦会議とかいろいろ挟んでいきます、はい。なので、そのためのアドバイザー馬しかアドバイザーマタドールですからね。それで、心を落ち着かせてくれるミオさん、心を落ち着かせてくれるテヤさん、村上テヤさんなんでね、そこら辺移していきたいと思います。僕はここでねスイッチングしながら配信しますから、結構喋るのはフックスが多いかと思います。わかりました、頑張ります、はい、はい、どんどん、いらっしゃる方にもお話振っていければと思いますので、はい、コメントも久しぶりの配信なんでね、コメントも拾っていきたいと思いますので。10先のルールはあれですか、黒黒さん、いつもの黒黒オフィシャルルールというか、例えば、5本試合やったら交代とか、そういったところは。それはやりましょう、はい。ブログでテキストでルールとか説明してなかったんですけど、いつものしてないですけど、黒黒10先のルールでいきたいと思います。キャラがですね、はい、1回変更っていうのが主だったんですけども、今日はキャラ編なしです。なし、はい、魂のキャラクターのみでいっていきたいと思いますんで、今一応確認しましょう。確認してなかったんで1キャラでいきたいと思うんですけども、まあおそらくおじさんはあれだと思うんですけどおじさん、キャラクター何でいきます。今日はニーナ村のみんなに捧げるニーナでいきたいと思います。わかりました、ニーナだそうです。じゃあニッツァさんは何なんでしょう。魂何なんですか。魂、はい、リロ、スティールです。はい、わかりました。麻雀と一緒でね、一回発言しちゃう発音しちゃうとね、バップになりますから気をつけてください。まあね、ちょっと儀式として聞かせていただきましたが、ちょっと無粋な質問だったかもしれませんね、うん。まあ、この日のためにですねお二方準備されているというところもあったようなので、そこはおいおい聞いてまいりましょう。楽しみですね、はい。じゃあですね、一瞬もう少々お待ちくださいね、はい。PV の方一回ご覧いただいてから試合の方を、進めさせていただきたいと思います。非戦おじさんの朝は早い。おはようございます。早朝から非戦おじさんはトレーニングに向かった。なぜ非戦おじさんはアケコンにも祈りを捧げるのか。僕は鉄拳一本でずっとやってきたんで、アケコンがないとキャラクターが動いてくれないじゃないですか。だからこうやっていつもアケコンに感謝の気持ちを忘れないようにしてるんです。5時57分朝練が始まった。午前8時45分、非戦おじさんは仕事場へ向かった。健康管理はプロとして当たり前のこと。手洗い、うがいは欠かさない。
あ、来週の打ち合わせ、はい。あ、IPO の新規のやつですね、はい。その日の夜、おじさんは変わった。Someone at the door, John. Now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick laying, less screen time. Been cutting back on the day. チーム老人ホームリーダー伊沢38歳、神保町はショットバールーシーにて機材を持ち込み鉄拳の対戦会を開く男。長らく自身のコミュニケーション能力を生かしスティーブ界を牽引してきたが、最近は若者に土をつけられることも多々多くなってきた。歳ですわ。まあ、チーム名も老人ホームで長老ですし、もうエンジョイでいいですわ。他にやりたいこともありますし、どっちかって言ったらそうですね、エンジョイ勢よりになるのかな。もう年ですわ。もうエンジョイですね。年だもんな。年齢で格ゲーの力が衰えるっていうのは言い過ぎなんじゃね。チーム名でいきなり言い訳してんじゃねえのか。いざ俺と10先で勝負しよう。まあ、チーム名も老人ホームで長老ですし、もうエンジョイでいいですわ。お前のチーム名先に言い訳してるだけなんじゃねえのか。ニッツァ、俺と10先で勝負しろ。あなたは48歳、プロゲーマー非戦おじさん。黒黒さん、ここは俺にやらせてください。チーム老人ホームザ38、48歳、プロゲーマー非戦おじさん48。俺を忘れたか。解説福祉ラウンドガール伊藤美代、ニーナソムリエ馬鹿、ニッツァ38 vs 非戦おじさん48。というわけで、クロクロさん入魂の PV でした。入魂でしょ。体調崩した。PV 作った後に、いや、かっこいいの作りましたね。これもあの手弁当というか自分でもう頑張って編集して。まあ、あまり皆さんこの我々ウイルスでちょっと久しぶりの配信で言ってなかったんですけども、はい、僕法人化しまして、イベント等は私株式会社アイアンフィストという
イベントで。アイアンフィスト。はい。アイアンフィストの株式会社。まああまり意味はないんですけども。なるほど。あのアイアン鉄の拳のアイアンフィストですね。はい、これからはあのイベント業は株式会社アイアンフィストが行っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。登記どうなってんだよ。あまり、ね、あまり見ないでくださいね。はい。事務所とかバレちゃう、ね。はい。でこういう PV を作られて、はい、こうフォーカスをして、はい、まさにこれから始まろうというわけですけれども、はい、まあ、あの会社にあたってやっぱ思いがあったわけですよね。こういうようないろいろなこのコンセプトマッチを組みたいという。だいたい5年ぐらい前に、はい、非戦おじさんのことを知ったんですよ、はい、僕よりもその頃ってそのジャグラーさんとか、はい、ジャグラーさん僕の一個上なんですけど、はい、僕とかがまだダインとかそのスチームで言えば10とかに行くとか、うん、なんだけど、さらに僕よりも上の4個も5個も上な非戦おじさんが現役でやってる強いっていうのを、そうなんですよね、知って、もう強いんですよね、はい、それがすごいですよね、はいはい、まあ、それでね、もともと昔の配信とかでも言ったことあるんですけども、なんか俺はもうエンジョイ生だからみたいな、いわゆる老害、はい、昔のナンバリングで鉄拳5の頃強かったけど、だいたいみんな結婚とかすると、あの仕事が変わったり忙しくなるとゲームをやる時間がなくなって弱くなっていくじゃないですか、はい、年のせいじゃないと思うんですよ僕。なるほど、はい、それはそうですよね、うん、はい、あのじゃあいくつになったらどれくらい反応速度が落ちるのかって、じゃあどっか定量的なデータ取ってるかっつったら、うん、あります鉄拳ないでしょ。ないですよね、うん、クロクロさん反応良くなってるって言ってましたもんね。全然そう、スチームになってあ俺反応性だったんだみたいなそれそう、うん、そうそうなの、レックスイブ見えるからね、はい、うん、全然俺2人とも倒せちゃうんですけど、今日はねあの僕あの裏方なんで、はい、そんな感じでやっていきたいと思いますんで、コンセプトは、うん、このいわゆる今48歳で、御年48歳で、うん、俺もあの結婚してたら弱くなっちゃうかも、エンジョイ性になっちゃうかもしれないんですけ ど、 あ、なるほど、そういう機会が全然なくて、そうですね、じゃあこれからも多分強いまんまだと思いますんでなんかそうあればな、そっち優先でいっちゃおうかなと思うね。でも非戦おじさんはご家庭もあって、でそれで48歳で鉄拳士10になるんですよ、俺以上じゃないですかすごいですよね。だからそれがあのどこまで今日その力を出してもらえるかというところですよね。まあっていう知ってたんですけど、非戦おじさんの奥方、はい、奥さんが、奥さんもなんかちょっとゲームには理解があるみたいで、それは何よりですね、今日配信見てるっていうお話なんでね。そうですか、奥方様が見ていただいてると、うん、そんな最高でしょ、奥さんとして自分の夫がこんな主役で出て、もう家でビール飲んで最高のショーですね最高のショーをお届けしますよ。クロクロさんの2万人近いフォロワーの中で、もうすでに今同時接続で100名を超えてますけれども、まだまだ増えると思います。それでこの旦那様の晴れ姿を見るということですよね。いいな本当に。でも知らなかったですけど、ニッツァさんはどうなんでしょう。結婚してますよ。あ、ニッツァさんも結婚してるんだって。お、知らなかった、はい、マジなん、やめ、もう終わり、はい、そういうの求めてないから、本当に、はい、家に帰ればあったかいご飯が待ってんだろ、こんな野郎。で、48歳の非戦おじさんに対して、38歳のニッツァさんが、まだ老け込むには早いだろうっていうコンセプトなんですよね。まあ、ニッツァさんがね、その、非戦おじさんのことを知って、あ、年上なのに強いんだ、からのニッツァさんが、俺はエンジョイ生だからって言ってたんですよ。からのチーム名が、チーム老人ホーム、もう PV の通りですよ。あの何もういきなりそれ、俺が負けた時はもう老人ですから、勝った時は老人だけど勝っちゃったみたいな、そんな言い訳でしょ。ああなるほど、保険かけるなと。そうそう、保険かけてやんないでほしい、あの遊びじゃないんだからっていう感じなんで、このコンセプトマッチを作りました。はいはい、はい、というアングルだそうでございます、はいはい、あのということなので、まあ、それぞれ、ね、なかなかプライドをかけてると思うので、どんな戦いになるかっていう楽しみですよね。まあ、ちょっとお話長くなるんですけど、この非戦おじさんとニッツァさんはこういった主役に抜擢っていうのがもう人生初なんですよ。お、まあ、最新で自分が出て注目されるっていうのがなかった。 お互いの緊張を見てください本当に
もうすごいと思いますよ。普通の人はそうだと思いますよ、うん、この今やこの世の中時代がこのストリーミングで誰しもが露出するようになりましたけど、うん、彼らですねもう鉄拳歴25年を超えてますよ、はい、そういう人たちがこれまでやってきたっていうのはこうそれこそ後ろのマタドールさんとかねああいうその一部のフォーカスが当たるプレイヤーは強さが上にこの、うん、フォーカスされることあったじゃないですか、はい、だけど、そうじゃないところでもう淡々と戦い続けてきた人ですよ、はい、それがこうもう本日は主役として出てるので、まあ、なかなかそれは感慨深いことですよね。そうですね、うん、それだけにかなり燃えるものがあると思います。そこを見てください、はい、いいコンセプトですね、はい、水に切ってよくやりますね黒倉さん。あの会社なんでじゃあ皆さん自己紹介ってしたんだっけ。あ、先ほどいただきました、なので、ぼちぼち試合の方に入っていただければ、ね、と思いますが行きましょう、はい、あのリマッチとかでは行かないです。ちょっと作戦会議しながら進んでいきます。まったりと進行していくって感じですね、はい、10先10勝選手ですね。できそうです、はい、スコアの方僕あのスイッチングでやっていきますので、まずですねじゃあ 1P と 2P をじゃんけんで決めてもらって、はい、その後、5試合ごとに 1P と 2P を入れ替えます、はい、オフライン対戦なんでそこのルールはあの遂行していきます。なんで画面の中でおじさんが今左にいますけどこれ逆になっちゃうときとかがあるんですよ。それ一応背景とか変える手立ては作ってきたんですけどもちょっとそれが逆だよっていうときはコメントで教えてください。よろしくお願いします、はい、我々もあのマイクも含めて、そこはサポートして補足していくので皆様もご協力もしあの変わってたらお願いいたします。では準備をしていて早速じゃんけんですか、はい、やっていただきましょうか。じゃあじゃんけん映るかな。ちょっと待って、ね、じゃあ前出てきてもらいますよ。あとマイクがあるのか。マイクはね今日皆さんマイクをつけてるんですよ。はい、ガヤも含めてですよね、はい、だからあんまり 動いてもらいたくないんですよね。見えないけどこれいっぺんに映んないだろう。いっぺんに映んないよな。パパッと切り替えればいいんじゃないですか。はい、じゃあパパッと行こうか。これで、はい、あ、西田さん映るぐらいで手やってもらいます。はい、あ、これ左下に映ってんじゃない。あ、そうですよ。あ、映ってる映ってる、はい、大丈夫だった。はい、じゃあもうちょっと日田さんあの縮めていただいて。じゃあ上はあの手屋さん映しといて、はい、いや、美桜さんかな。美桜さん声入ってます。グラビアアイドルの美と美を映していこうかな。あ、いいですね、そういうの欲しいです。あと美桜さんに可愛いって言っちゃうの NG ですからね、気をつけてください。はい、じゃあ皆さん、メイン画面は女の子映ってるんですけども右下のところで確認してください。じゃんけんします。はい、ニッツァさんと、動かないでね、その場で出してくださいね。はいはい、じゃんけんぽい。もう、あ、なん、じゃんけんの掛け声忘れちゃったんだけど。あ、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。読み合いパーが勝った。ひせもじさん、1P、2P、どっちにしましょう。 1P でいきます。 1P、 じゃあこのままですね。運営が楽だ。このままいきます。何、ガヤマイクは聞こえない。ありがとうございます。まだ話してないからじゃない。ちょっとな、あの最後の最後終盤になった時にこう得意な方がお互いいいかなみたいな。でもだって 1P、 2P、 3P、 でもあれだよね、 2P だと10だけど 1P だと7なんですね。7、こっちは 1P10 だけど 2P3 とかだから、うん、まあ総合で言うと、うん、でここ3日ぐらいずっと 1P でやってたんで、そこそこいけるから、大人の目的ですよ。よろしいですか。もうお決まりになられましたか、お二方。はい、じゃあまず非戦王子さんが 1P ですね、はい、スタートで忍者さんが 2P からということで、やっていただきます。アナウンス待ちですかね。ご準備の方よろしいですか。今あの新名使いの長失恋さんがガヤマイクがちょっと小さすぎるっていうお話だったんだけど、音量調整ちょっと変えます。ガヤマイク上げたんですけど今どうでしょう、教えてください。失恋さん、今しか喋ってみて。あ、マスカです。あ、みんなじゃあちょっと自己紹介して、もう一回して。何好き、何好き。でもちょっとNG ワードしか喋ることない。その話触れます、和田さん。いや、ちょっと話そうと思う前に全部確認文字列がいっぱいだな。やっぱ黒さんさすがですよね。コンプライアンスを重視するということで我々演者に事前に NG ワードを共有してくれていてですね、
おそらく皆さんが、考えてらっしゃることは大体ダメなんですよ。喋ろうと思う前に全部確認したら全部禁止されてて、喋ることが一つもない。カメラこけてここ一瞬映っていかない。黒黒さんこれ NG にしてんだもん、ま、うん、しっかりしてますよね。喋ることない。いや、これ封じたら俺読んだ意味ないでしょう。そんな数ないでしょ。喋ることな。今どうですか、調整中であります。ケンジャさんのピンマイクどうでしょう。黒黒さんに彼女ができないっていうの NG ワードにされてるんで。喋れないし、そこも自虐はいいけど人が言うのは嫌なんですね。はい、はい、大丈夫そうでございます。じゃあ改めて開始のアナウンスをしてまいりましょうか。よろしいですか。はい、じゃあ行きましょう。ゲームオンも大丈夫ですね。はい、じゃあキャラ戦画面まで行ってください。お願いします。はい、ボタンは、ボタンセッティングやりましょう。そう、ボタンセッティングと準備お願いします。ボタンセッティングするんですね。同乗するんですね、ひてもじさん。するする。アーケード育ちはね、ボタンの同乗書設定しちゃいけないっていう、なんかそのなんか画面で設定できる。俺今何の制御。はい、ここで、ちょっと待って、先にスタートしてください。待って、まず HPO を選択して、俺まだセッティングしなくて、はい、これでいいのか。スタートして、スタートしてあ、そういうこと。あ、で、ちょっと、うましか教えてあげて、うましか、ボタンセッティング、ボタンセッティング、はいはいはい、相手ソロ版しか使えなそうだな。ボタンセッティング大丈夫できてる。頭の中でできるでしょ。いけるな。お二方とも同乗書ボタン作るんですか。いや、これは実はさん作れます。つけない。つけない。そんなことある、うん、スティーブね。はい、うん、トラベリとかもね、すごくない。で、まあ、かっこいいと思いますよ。あ、ボタン確認、はいはい。同乗書設定なんてね、家庭用だけの文化ですから。あと設定できないってもやばい。完了完了、よし、できました。はい、はいはい、皆さん久しぶりにこの画面見ましたね。鉄拳セブンありがとうって感じですね。本当に面白い。バンダイナムコ製の鉄拳セブン我々やってますね。本当に面白いゲームです。なんか、ちょっと危な。はい、大丈夫ですか。デフォルトでお願いしますね。ありがとう。デフォルトのみです。あ、まあ、キャーラーとかないとか思いますけども。はい、じゃあそのまま決めてスタートいきましょう。はい、ピッて押してください。はい、ここ待って待って、ランダムすべて、これすべてキャラ戦画面に行ってすべてランダムステージでやっていきます。なるほど、オールランダムと。そうそうですね。はい、じゃあ久しぶりに、アッシュ以来かもしれないし、一回我々ウイルスが入った時にブラックコロシアムとかリーグちょっとやりましたけども、皆さんお久しぶりです。戻ってまいりました、クロクロです。久しぶりに鉄拳セブン10先配信行ってまいりましょう。よろしくお願いします。どうぞ決めてください。じゃあ決めちゃいます。はい、さあ始まりますね。あ、これいよいよ、ね、小宮川さんが努力が結実した方で今回のコンセプトマッチ。いい感じの広さだね、これ。そうですね、1P 側四川おじさん、御年48歳鉄拳歴27年であります。 2P 側ニッツァさん、38歳鉄拳歴こちらも26年でございます。じゃあ複数解説の方お願いします。僕スイッチングで忙しいです。かしこまりました。これ、ね、事前に馬しかそれからね、またさんにね、そのそれぞれの相性なんての聞いてたんですけど、どうやらですね、それほどどうやらそのスティーブ側からするともうものすごく圧倒的に有利って感じはしないということをまたさんがおっしゃられてました。対して馬しかはですね、まあ、ちょっとスティーブに分があるのかなと、まあ、でもそんなにいけなくはないかなという、そんな感じの相性だそうであります。僕も見解も一緒ですね。接近戦になりすぎるとややスティーブかなという印象はあるんですけれども、ちょっと中距離戦になるとですね、リターンの高い技をぶっ放すとニーナもスティーブも面倒くさかったりするので、そういったところで、まあ、距離のところで読み合いが発生するのかななんていうふうにも思っております。いや、なんか久しぶりにこうやって実況でマイク持ったけど、はい、この俺がなんか喋れなくなってるっていうよりか忙しい。そうですね、ずっとやってきたんだな俺、これこんなこと。手元でこのスイッチング、それから音声の調整等をしながら今実況解説をやってもらってます。福さん、俺これパキスタンにこの機材持ってやったんですよ。よく通りましたね。なんか止められなかったんですか、爆弾みたいだななんて。そうそう、よくあるじゃないですか、空港で止められましたよ。まあそうでしょうね。でもあれが
自分の中であのここのディバイン限界やったからもう今日の良いとか余裕でした。ここで毒斬り出していっていい位置で運んでいく。これはちょっと傍観したが投げコンボにいいですね。この失脚削りに非常に強力ですね。その前のディバインがお見事でしたね。実はスティーブディバインを直接的に、潰す技ってあの距離あんまりないんですよ。なるほどなるほど、はい、でガードされたところでスティーブあの浮かせるのかなり困難なので本当に密着でガードすれば浮いたりするんですけど、これねあの中間距離から相手のクイックフックとかワンツーを潜るようにディバインをぶっ放すっていうのはかなりいいですね。今のダブルアップもお見事ですね。これ逆アイボってスティーブ浮かせらんないやつですか、もしかして。浮かないですね。逆アイボ出し毒じゃね。あこれ決まっちゃったやつ、鉄拳ファンからあるやつ決まっていく。これはまず取っていったのは非戦おじさんの方。キャラ画面に戻ってくださいね。ラウンド間の、ぜひともご相談いただいたりワイワイしていただければと思います。素晴らしい。いや別に普通にめちゃくちゃいそうよ。なんかあのスラッシュをさ避けた時にさ背面まで回った時が優しいね。あれ逆ワンセットな確かに勝つよね。勝利までいけてた。うん、こっちはもう、ね、流れが良かった。長いミスでもその後フォロー良かったし。壁がね、ちょっとね、ごちゃっとしたんで。ドラゴンバードして、先端だなって怪しかったから、うん、S 行ったのめっちゃ良かったし。それ。まだね、お酒入ってないからね。まだ一杯しか飲んでないですか。怒っちゃうから、あのほら。しょうがないですね。ディバインで避けられるのをビビってクイック打たんかったら逆に負けそうですね。あそしてあんなものでも、まあ、このゲーム気持ちやから、まあ、さあ準備の方よろしいでしょうか、はい、よかったらですね負けた今負けたのどっちでしたっけ。はい、あ、水野さんチームめちゃくちゃ恥ずかしないやん。めちゃくちゃ恥ずかしないやん。そんなに嫌いなの。試合はガチですからね。精神攻撃はあるかもしれないですけど、じゃあせっかくアイドルさんたちが来てるんで、新田さんのチームだったら村上さんが、はい、OK ですみたいな感じでやってもらえると嬉しいかな。 OK、 あ、OK 来た。 OK、 じゃあ行きましょう。じゃあ行こう。じゃあ決めてください。人の フレイヤーに対しての対応が露骨に、なんか、え、そんなに試合をガチでやってもらいます。さあランダムステージどこから2番目出てきたのはドラゴンズネスト。いろいろこの要所要所におじさんらしいところがありましたよね。さっき馬鹿も言ってましたけど、その13フレーム先端のフラバタが入らなそうなところでレッグスイープに行くとかっていうところがもうなんかこういうケレン味のある読み合いがならではだなという感じがしますよね。あれね、ボッシャガでガードするようになるとおじさん同士の戦いがドロドロになって面白くなりますから。なるほど、はい、なかなか大会シーンでは見ないニーナが出てきましたよ。おじさんとりあえず1本取っていく。うまいですね。おちゃんとしてるな、新田さん。青しイーグルからイークルもちゃんと入れてますし、削りのスタンスさんも見事でしたね。これぐらいの密着の距離になるとニーナ大変そうですよね。さっきみたいにディバインとか逆アイボとかを早めに打ったりですね、そういったところで中間距離でリターンの高い技を打っていくのがおそらくニーナの勝ち筋なんでしょう。バックイン、これは安定コンボ、パラベリいかず。なんか首狩り抜けられない、まだ おじさん投げ抜けるとかそういうのは無粋ですから。いやそういうのはないよっていう配信だからね。いやいや、でもニッツさんは投げられてても、非戦おじさんは投げられないわけですよね。なるほど、まあ、コンセプト的に。そうそうそう、はい、さあ右アッパー、スカ角はしっかりしている。このスカ角、右アッパーのニーナの置き技を封じるとニーナに接近しやすくなって、接近戦はスティーブがかなりですね生きるというそんな展開であります。さっき1回青シーイーグルを見せているので今回は青ガゼル、この2択も見事。ビビからさあデビルズキスはしゃがむ。さあレクスイープいいですね。このしゃがみステータスを存分に生かしていく。ルイナス技の選択肢が多彩ですね。やっぱおじさん昔からやってるからいろんな技使えるんですよね。
比較的今 のプレイヤーは強い技を絞って強く使うっていうことがあるんですけど、おじさんはですね、手を変え品を変えいろいろ絡めてで攻めてくるので、逆にね、もう使い慣れてるから、はい、いろんな技の使い方を知ってるんですよね。そうなんですよ。それ必要ないんじゃないなっていう打ち方を若い人からするとそう見えるかもしれないんですけど、実はおじさんならではの技の使い方があったりするんですよ。そうですね、はい。ミーナの技って結構調整が目まぐるしいんですよね。14になったり15になったり。そうですね。おっとレイジドライバー当たるか、壁にはいかず、ちょっと運がなかったですね。さあレプラ、これはしゃがむ。おっとニッツァさんが打っていく。今のレプラフォームもそのもういいですよね。相手をもう完全に完全に侮ってますから、おじさんっぽいプレーですよね。しゃがむ、しゃがめる人おる。いや練習しとる。どうこういうゲーム強い男の人。いや素敵だと思います。そういうことね。まあ、それだけなのね。それだけです。かっこいいと思います。毎回確認するね、勝った時だけ。負けた時はどっちが負けたか。勝った時だけ確認するからね。こうイークロからシンプルにこれが待たれてる。うん、そうだね。今のところ二の二でガードされてたりして、ね、そこ気をつけながら投稿したりっていうのと、あとまあレプラちょっと怖いですね。いやいや、レプラ二の二でしゃがんでるから。あれはね、ただあれ本当は逆アブ入れたかったんだけどね、相打ちだったから。あれ相打ちだとあんなんでしょ。そう一発出し上、うん、早すぎた。18まで確定じゃなかったっけ確か。8年後フレーム全然確かない。ちょっとレプラの相打ちは逆アブがね、うん、入るんですよね。ただ距離によっては確か、はい、調べてますね。やっぱまあまあ調べてるっていうのが失礼な話ですよね。もうそんなシチュエーションいっぱいね、くぐり抜けてきてるでしょうから、うん、2ラウンドさらっと取られて3投目もいかれるかなと思ったら1本取り返して、うん、まだ全然わかんない、うん、あのましかコメントがすごい普通だって言われてます普通だって言われてますけど大丈夫ですかこれ。セコンドになってやるいやいいですよこれ。まあ本当にどこが悪いか全部言ってるこれたらもう本当にいい勝負ですね今のところ。あのもう言うことない真剣勝負が繰り広げられてるので。いやもう全然僕言っちゃいますけど、四川おじさん応援なんですよ僕は。でも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 ね、あの試合はマジでガチだから、あのそれ新田さんにも言ったんですよ。僕新田さんのやり方、その立ち回り好きじゃないんでこういう やりますけど全す、ね、僕全然四川おじさん側ですよって言って、納得の上でガチで壊れちゃうんじゃない。今の内容でいかれるとちょっとまずいっす。大丈夫、イベント壊しちゃったらええねんなもんは。黒川さん、その新田さんのそのスタンスがちょっとなっていうところなんですよね。そう、要はだから四川おじさんにボコボコにしてもらいたいです。なるほど、言い訳とかしそんな、なんかエンジョイでも勝てちゃうんだよ。そうですねいいね、内側に寄り添うなんて。おいおいおい、1回目でね、このイベント終わりやね。あ、そうね。じゃあ行ってまいりましょう、3試合目。またさん来てくれてよかったです。やっぱ憎たらしいこと言ってくれていいですね。面白いです ねやっぱ大阪人だから。大阪人だけど僕ね、大阪で一番大阪の人って全員面白いものだと思ってたんだよ。そう、俺もあの偏見ですけどそういうのもあるんですけど、でもミストさんとかもいるからそんなことない。ミストさんなら、ね、ミストが一番ハズレ。ハズレ。ミストさん真面目なんだよ。神様が入れ忘れてるから才能、面白の才能。さあ、今回の戦いに挑むにあたってそれぞれですね、やはりこういうコンセプトでありますので対策をしてきたということを伺っております。新田さんはですね、くまりさんとか青とかですね、ご飯さん、荒川さんとか、と、協力をしていただきながら、やってたというふうに聞いております。あとはあのフランスから見ているクロテン君もね、あの事前にこの激励のメッセージをくれたということで、新田さんもかなり奮い立っておりました。ここまでやってね、負けられないよねマジで。しかし、読み合い強いですね。四川おじさん、投げコンボの2択大体通してるんじゃないですか、うん、これ新田さん抜け分かってないんじゃないか。さすがに対策してきてるから大丈夫だと思いますけど、結局分かってても2択ですから。なるほど、はい。だから多分おじさんのそのおじさんたるゆえの一つで、なんかやけに2択が強い人とかもいるんで、そういうのもあると思いますよ。2択にね、命かけてやってきてる人もいるからね。新田さんきちっとしゃがんでイーグルクロー入れていく。また投げコンボに馳せ、これはきっちりと抜けていく。2択、1対1。おじさん大丈夫？ニーナのキャラランク的なのってどこら辺の位置なんですか？僕は個人的には、
珍しいですね、真ん中ちょい上、真ん中ぐらい、そんなイメージが決して弱くはないんですよ。ニーナのレイジドライブめっちゃ強いですよね。最近そのレイジドライブ強いキャラ多いですからねみんな強いかレイジドライバーが弱いキャラなんて、あ、リーとか弱いローですね。ロー、あ、そうだねローがダントツ弱いんですよ。ここで心を落ち着かせていく。いいですね、おじさんがリード。この削り方もかなり老快だと思います。さあ、非戦おじさんという意味で、もう非戦おじさんはもうずっと非戦おじさんなんですけど、うん、いくつまでがおじさんなんですか、くるくるさん。あのおじさんだと思う。おじさんはもうずっと死ぬまでおじさん。あ、そう、おじいさんにはならないですか。ならないならない。それはあの孫ができている、できたらおじいさんと。あ、そんな定義なんだ。他人が自分をおじいさんと認識するだけで心はね負いませんよ。なるほど。それはもうあの気の持ちようだってことですね。首狩りを抜けていく。きちっと DB から。そう、このディバイン今レックスイープを匂わせたんですよ。うおー、相当太いキックでしたね。なるほど。それに対してレイジドライブでカッカンとしっかり入れていった。お見事でしたね。さあ、このコンボ減る。ハンティングからのカタパルトはもうダメージが高いペアが2個最初に入ってますからね。逆相棒使ってきましたね。取っといたな。これどんどん取ってる技あると思いますよ。もっと試合がドロドロになってくると、今も先端だからですね、カッカン入れなかったですね。さあ、この迷わないこの2択スムーズですよね。さあ、総勝派に14入らず、さあレジダイブ1回使ってイレイザー。あー、カタパルト素晴らしい。ここできっちり。おじさんがリードですね。2対1ですね。いいカタパルトでしたね。さあ、それぞれの陣営はどのようなお話をしてるんでしょうか。はい、悪くないっていうかこっち側で見てて勝ってるの普通に。なんだよ、普通に強いんだか。そう、どこに埋もれてたこの才能。この才能どこに埋もれてた。あ、ね、あの総勝派のソニックが間に合わなかったっていうのが、ちょっと遅かったですね。あれはね、うん、36までやったら間に合ってたよね。あ、そうですね、うん、あと2年早かった。あ、そうだね、まあ年取ってるからしょうがないよね、うん、そういうのやめようっていう配信だからあれね、いいですね、若い時だったら間に合ってたな。ロールプレイしてくれてますね。2ボルトにちゃんと逆相棒返してくるんで。あ、でもなんかあの2ボルトにあのフラバタ返す時ちょっと自信なさそうに出してたよ。あれもう年だよな、うん、若い時は自信持って出してたんだと思う。多分ね、老化だからラストフレームの方が大事なのかもあ昔の読み合いだ有利取ってのダウン取らずに。まあでもぶっちゃけ 2P が本当はそんな自信ないんですよ。 2P がでこれだったらいけるかみたいな。 2P がでこれだったらいけるかみたいな。なるほどね、エンジョイしていこう、うん、じゃあやってまいりましょう。2対1の状況で、キャラ戦画面行ってください。確かに勝ってる方はこのまま行きましょうっていうアドバイスに終始するのかなって感じしますからね。だからお互い、うん、準備してきたの結構出してる感じがします。これ実況解説、あのもっとバラエティー色に寄ってやろうかと思ったら、思いのほか試合内容がガチで、ついつい本当にテクニカルな解説をしてしまうんですよ。よくないですね、もうちょっと頑張ります。いや、これ おじさんリッツァーさんにとってはマジで負けらんないっすよ。いや、でもこれ本当に試合内容ガチなんですよ。当たり前なんですけど、心霊ステージですね。さあ、このレクセイプ先端がカウントちゃんとカタパルトで拾っている。これが減るんじゃないか。カタパルトがやはりそのコンボパーツに入って、その後ですね、あの前ダッシュから 3LP とか拾えるようになった。これがかなりニーナにとって革命的で、ショータッパーの判定も下に強くなってるんですけど、あのコンボの火力が上がったからニーナのキャラランクが上がったってことありますね、うん、どうですか黒川さん、やはりこのゲームコンボダメージかなり重要ですよね。重要だね。だレオとかそこら辺で割り食ってる感じしますもんね。レオってさ、昔はなんか運びを温存して運びますよ、壁に行きますよ、壁攻めしますよだったのに、今のキャラなんか縦回転のさ、ポポポポってなんかあのブライアンのホンステ WP とか、はい、あの縦回転のやつってさ、めっちゃ飛んでくじゃん、はい、もうレオを使う意味がないよね縦回転で飛んでくのにブライアンはダメージが高かったりするので、そう、あれめっちゃ高いよね。ここは完全無欠なんですよね、コンボパーツとしては。いいじゃん、レオのあの僕このワンツーもあの縦回転とかにしてダメージ高くしてもいいんじゃないか、そういう話になりますよね。ないんですよ、運びコンボでレオの縦回転が。まあ
悲しい思いをしているということで、ニーナはそこら辺ちゃんともともとフラバタとかで運び込むもあったのにも強化されてますよね。さあカットスロット使っていくしゃがみステータス、クレシェントフック、おっとパラベリア出ずか、これワンツースリーフォーにも一発一発にこのディレイをかけてるんですよね。フラバタしゃがむ、クイックからローキックで止める、これ相当対策してますね。ああミスった。ソニファに対して13を入れようという意識の高さがあだになったか。さあ安定コンボスプリングキック当たってくる、ゲージドライブ早めに暴れましたね、イクル1。さあラウンド先行はニッツァだが、読み合いはまだどちらかには数勢固めるようには思えませんね。さあ失脚で少し透かしながら失脚のジグゾーとかも見せていくでしょう。クイックフックから安定のコンボ、バックインから壁に行く、ダムコの角度ってやつだね。ダーティー打ってきますね、ダーティー立つ、やっぱ返し技入れ込みらしいですね。さあレッグスイープ、ついにはガード、立ち中両パンのフィニッシュブローが、これはフィニッシュできなかったの心に響くぞーと、ギリギリここで2対2追いついていく。今ミス、ミスだったわけなんで、今のはミスだ。まあ結構の打ち方もうまかった、でもさ、こういう負けてさ、すぐ取り返す男の人どう？いやもう負けず嫌いなんだと思います。かっこいい、その通り、すぐ諦める人よりかはね。マツさん、そんな振り方で大丈夫ですか？でも十分気持ちよさそうな顔はしてる。あ、まあ、確かに今褒められて嬉しいですけどね。じゃあぜひミオさんの方も視線おじさんを気持ちよくしてあげながら褒めてあげてください。 R&B の対応は相手うまいですね、いやソニファンとイクロの意識がすげえ高い、スカパクも早くて、どうですかこれ真剣な顔してやってる、もう50に近いおじさんでありますけど、かっこいいですか？評判いいです。かっこいいですよ。そう言ってもらえるとやる気出ますよね、ニクロさん。そうですね、何かに真剣な姿がかっこいい。全然若いんで。でもここでも消えんなとのさ、ちょっとコンボの話になる。でも9割成功するってさっき言ってたよね。でも今1回失敗したから9回連続で行けばいい、来るんだね。100回ミスすると思う、大丈夫です。でもここでさ100回連続失敗してその後900回連続成功されてもちょっと分からない。収束遅い、期限ビビらずいけるくさ。いやでもちょっと慎重にいこう。でもあと1試合で苦手な 2P 側が終わるから。あ、そうですね、そうですね。次この試合が終わったら 1P と 2P の入れ替えになります。さあ5試合目になりますね。こんな接戦で進んでますね。行ってまいりましょう、決めてください。さあ今のところは各セコンドの陣営の言う通りでまだ読み合いが回ってる最中ですね。それぞれしゃがむとこしゃがんでますし、角換入れるところ意識高いので本当にガチの試合ですよね。これは皆さん相当準備されてきたということが伺えると思います。先ほどニッツさんの協力された方、申し上げましたが、四川おじさんの方はですね、失恋さんとか、いらっしゃいますね、馬しか、あとはもうエルさんですね、およびニーナラインの方々が、アドバイスや、協力をしてくれたということで、改めて試合に臨むにあたってお礼を言いたいということを先ほど試合前にも、おっしゃっていました。あと原野もちょっと協力してくれた、ちょっとらしいですね。あいつはちょっとしか協力してくれなかったということ。ちょっと何がちょっとなの？いやちょっとしか協力してくれなかったんですって原野は。なるほど。やっぱちょっと偉くなっちゃうとそうなっちゃうんですか？そうなんですか？で我々茨城のその大先輩の西山おじさんは。そうですね。あ、そうですね。福須ってそうですね。原野も先輩のはずなんですけど、ちょっとしか協力してくれなかったと。なるほど。はい。強いらしいです。さあ無限ステージです。無限ステージは、コンボ火力の差が高くなります。むしろ右アッパーというような基本的な技が当たった時の火力は2位なのが、おっと逆アイボ、これが減る、固まるとクリーク、この無限のダメージが上がって、これしかも置き攻め付き、このスライディングがねどうしようもないんですよ。早めに滑り込んでいく R&B、 あえての出し切り、この出すか出さないかみたいな読み合い強いんですよね、おじさん。まあ、ショートアッパー安定コードですね。クイックフックからダッキング行った時も下段とショートアッパー中段とで、2択をちゃんとかけてるので、かなりスティーブ戦やってきたんだなという印象があります。なんかニッツァさんの方に、はい、青プロが手伝ってくれたっていうお話ですよ。なるほど、まあ、どこまでですよね。だからそのどれくらい手伝えたのかと、そのニッツァさんにどういうアドバイスをしたのかっていうのは、青はね、のアドバイス力というかそのプロとして の、そのセコンド力が問われますよね。青ありがとう。
逆にその伊勢さんが思った以上あーなんでだったら青のせいにしてもいいってことですか、うん、結構おじさんがなんでとかあの叫んだりするんですけどやっぱゲーセン育ちは声出ちゃいますよね。今日は選手にももちろんピンマイクついてるんでその悲痛の叫びとかも聞こえるようになってます。さあワンツーからもう2抜けてくる。やはり2択は2択なのでだんだん収束していくと思います。こうやってあの今も2分1かけてましたけど先ほどかなり通ってましたからね。さあレッグスイープの打ちところがうまい。しゃがみセンスを生かしていく。よししっかり生かすのかここで取っていく。非戦おじさんこれあの迷いがないじゃないですか。もうあのしゃがむっつったらしゃがむんだよ、立つっつったら立つんだよっていうのがいいですよね。このあのもう決め方これが本当にいいですよ。あの皆さんご存知ですか、あの孔子の論語ってあるじゃないですか。斎藤先生氏曰く我十有五にして学に殺さすってやつですよ。30にして立つっていう言葉があるんですけど、もう鉄拳30歳になるともうぼったちしかしなくなって40にして惑わずってあって、もう40になるともう惑わないんですよね行動に、なんてことがあってんで、まあ、昔の人偉いこと言ってんなと思いました。しゃがむんだって思いましたもんね。でも持ちしゃがだったじゃないですか。さあ 1P2P 交換してもらって、ボタンセッティング間違えないでくださいね。さあコメントも随時拾って、なかなか対戦中にですねコメント見ることはできないんですけど、プレイヤーとかセコンドには伝えていこうと思います。特にセコンドのアドバイスはなさそうですか。現在3対2でございます。今変えますね。はい、四川おじさんが一歩リード。しかしサイドチェンジであります。そうですね。なんかあの距離は多分動いた確認っぽいから。打つなら多分ダッシュ危険。なんか低く打つだからスライドなし。ダッシュ危険。ね、そうなんだね。間違ってそれに対策していけば。うん。そうそうそう。さあ準備の方できましたか。交換なったんですよね。じゃあいいですかね。手屋さんの準備できたみたいなの欲しいかな。準備できました。おっとみおさんもちょっと映しちゃおうかな。準備できたからみおさんあ、怖い、やめましょうやめましょう。このごっつい選んでた今みとみおさんにね、可愛いって言っちゃいけないです。準備できたかな。あ、可愛い可愛い可愛い奥さん見てる奥さん見てる黒黒さん、俺に可愛いなんて言ってくれたことないじゃないですか。何を言ってるんだ君はさあ、準備できたら押してください。ドラゴンズネストにまたなりました。なかなかこの狭いステージ、広いステージのこの緩急が多いですね。あ、ニッツァさんがお互い得意、うん、お互い得意側になったみたいですね、これは。なるほど、お互い不得意な側でアドバンテージを取ってたってことなんですね、ひせおじさんは。そうですね、おじさんリード、これこのまま取っていきたい感じです。これあの鉄拳でそのオンラインで戦うと好きな方のサイドを選べるんですけれども、今回はそのオフラインでの対戦でありますので、やはり 1P2P は順番でやっていくというところであります。ご存知の方多いと思いますけれども、改めての補足ですね。これ下のワイプがね逆なんだけど、これ直してるスイッチャーがいないんで、このままいきます。はい、あのワイプサイドが逆なんですけれども、あの対角線で見てください。スティーブ側が右下ニッチャさんサイド、ニーナ側が左下のヒセオチさんサイドであります。危険に対して右アッパーも打っていく。あれ、あれが出たぞ、おじさんの。さあ今、スラッシュが出る。ちょっと逃げをかけていた。おっと、見てから。今度、キエンガゼルで安定コンボ。おっと、ダーティブロー。さすがにダーティブローは見えないか。やってからスタンス操作、ここも迷いがない。ミリ残ってくー、イカパン。やべ、コンボが、さあ、片方が取れば取り返す、なかなかシーソーゲームであります。このステージはもうお互いのキャラクターの運び能力だと十分すぎるぐらい運んでしまうでしょう。ニーナはね、フラッピングバタフライ、フラバタコンボ使えばこれ壁という壁が容易ですからね。さあ、カットスロット読んでいる。ほかほか針の方にしましたから、叩きつけで置き去り中心です。きっちりしている。何何何、
どう、ああいうレプラーをちゃんとしゃがむ男なんわかんないから、レプラーがわかんないから。レプラーがわからないですけど。レプラーでもしゃがめばいいですね。今気持ちよく語られちゃったんで。いやー、すごいミスからだな。なかなかその流れがお互いに行ったり来てるような印象がありますね、それぞれの陣営のところも。あっちに流れ行っちゃうと気まずいんで、ここきっちり押さえて。落とさないコンボ落としてるぞ、さっきから。なんか、普通に強い。うん、今度教えてほしいね、石鹸を。すごい強い。すごい強い。面白かったです。これね、鉄拳界の至宝の、ニーツワ君。あ、覚えておきます。ね、よろしくね、今後ね。はい、すごいでしょ。レプラすごいしゃがむっしょ。これから覚えてきます、そういう技。はい、やばい、レプラしゃがまれてる。しゃがまれてるね。いいところ見せないよ、うん、ね、ローハイしゃがんだすごくなかった。ああ、あ、普通な感じ。あ、もう全然。そんな感じなんだ。38でも、まあ、38でもしゃがめるんだ。38しゃがめるんだ。エンジョイでもしゃがめるんだ。あ、そんな。老人ホームの人しゃがむの。一応リーダーやらせてもらって。リーダーやってるんだ。老人ホーム要注意だ。うん、館長さんね、老人ホーム。ここで3対3、思わぬ展開になってきました。さあ、準備の方はよろしいでしょうか。キャラクター決めてください。完全にがっぷり四つですね、3対3ですから。はい、じゃあ決めてもらって、ジャングルステージ出てきました。これはジャングルステージだと、スティーブとニーナだったらどっちが使いやすいですかね、ウォールブレイクとか。そうですね、まあ、ニーナの技、ただ総称が一発で壁壊れるとかもあるんで、ニーナマイナスではないと思いますけど。あ、パワクラ総称波で崩せるってやつか。はい、まあ、スティーブも他に別に、あの別にスマッシュでも壊れますし、まあ、どちらとも言えないですよね。落ちてからはどちらも次の壁にくらい容易です。さあ、出し切りはしゃがむ、クイックック。ちょっとカットスロートがですね、ガードされたり裁かれすぎていたので、七五三もちょっと出し方変えてきました。今あえて出し切りました。このあたり、その読み合いですよね。今ディバインも確定判定難しいですね。ディバインって今マイナスいくつなんですか。17じゃないですか。スティーブの 4RP 入らないってやつ。多分距離的に入らない。ああ、で、逆アイボとリバーサイボリーが15なんですよ。なるほど。ソニックバングだとちょっと咎めづらいかな、なんていうのはあると思うんですよ。ディバインいいじゃん。俺がニーナ使ってたら、じゃあこの対戦ディバイン結構打っちゃうな。密着しすぎるとさすがにスリムボムが入ったりするんですけど、うん、ディバインは有効ですよね。ピンタいい位置に追い詰めていく。現在3対3。ディバインはね、そのずっとしゃがす手が持続してるわけじゃないんで、意外と殴られたりするんですよ、クリクリクリ。あー、ギリギリのところで。だから密着で、いきなり打つのちょっと怖くて、レッグスイープと同じぐらいの間合いで打つっていうのが一番ポイントなんじゃないですか。なるほど。さあ、レッグスイープ、おっと、これは二択というか、今ダブルアップですね。だったんですか、あれ。ダブルアップですよ。なるほど。次のレッグスイープがおじさんで遅れちゃったよっていうのを匂わせて、しゃがんで起き上がったやつにキリングブレードを当てる。キリングじゃないや、キューピッターを当てるという非常に悪質な連携。悪質でしたね、今。はい、まあ、老下と言っていいでしょう、うん、な連携ですね。ただ、お前も俺もおじさんだよなっていうような連携が出てくるのが、こういうおじさん対決のいいところですよ。これ、いわゆる競技シーン、うん、現在2位とかっていうところだと、絶対にああいうことやらないんですよ。そうですね。はい、マイケルじゃねえし、ハマーでもない。2位でもないし、アッシュでもないが、おじさんはエイジ48歳、38歳のエンジョイ生老人ホームリーダーと言っている、自称している。いい起き上がりですよ、牽制キック。さあ、イカパンから攻めていく。これちょっと壁から脱出したいですよ。今早めに壁から出る、このね、やり方もいいですよね。レジを生かせるか、スティーブ側。とりあえず、お、シャガパン毒斬りきっちり、冷静ですね。ダブルアップ、投げコンボ、レッグスイープ、ファールキック、粘っているぞ。おじさんギリギリのところから、あー、出かかりのところをニッツァさんが止めていく。本日初めてリードを奪い返したんじゃないですか、うん、すごい。あ、でも2で勝ったんです。え、あ、そういうこと、うん、最後、うん、なんだろうね、どう最初負けててこうやってすぐまくる男性、うん、普通に強い。いや、素敵なんじゃないですか。生の高さの要素が結構多分ポイントポイントだとバレてる、うん、追い上げてってますね。追い上げて、うん、追い抜いたもんね。ね、すごい。そうだね、そのタイミングだけいいよね。
一瞬待った方がいいかな。ね、すごいですよね。あと攪拌がやっていく、うん、本領発揮みたいな感じですかね。そういうことなのよ。まあ、すごい。村上さんわかる？村上さんそれわかるか、さすがに。ワンピーになってからの新田さんの強さわかる。はい、本領発揮されてるなと。はい、そうなんだ。広いステージ来たらこっちも2ピーの強み出るから。広いステージ、広いステージ、広いステージ、まあ、広いステージいけるもんね。あんまり出てない。広いステージ引いてもろて。さあ、ここでニッツァさんが初めてリードをしたってやつなんじゃないでしょうか。これね、ちょっと困るんですよ。あのお互いが、マタドロさん、出演者の携帯見ないでもらえます。よろしくお願いします。はい、心ドキドキしちゃっておじさんが落ち着けるかどうかなんですよ、これ。こういう場に立ってないんで、やっぱアスリートたるものをここでね、落ち着けないとダメなんです。なんかミオさんの おじさん落ち着いてみたいなのあるのかな。あった動機が動機があったこれ、あのミオさんね、結構自称してるんですけど、結構おじさんフェチっていうお話なんで、だからおじさん側に振ったんですけども。なるほど、すいません。ここでおじさん、あ、ちょっとやばいな、おじさん黙り込んじゃったな。ちょっと今頭いろいろ考えてるから。頭まっちゃってるね。頭まっちゃってるな。うん、いや、今負けたシーンを全部思い出してる。さあ、思い出して。ガチですね、いいですね。復習できるでしょうか。さあ、行ってまいりましょう、そろそろ。出演おじさんのセットプレーですね、すごい見るところがあって、広いステージでもね、すごい参考になるのがですね、例えば、はい、レッグスイープ当ててファールキックを深めに当てた後にもう相手に何もさせないようにマクナスの位置だけ打ってるとか、あれ届いてるんですよ。あれってもう完全にセットプレーだと思うんですけど、すごい有効じゃないですか。受け身取った後に何か技を打つと、おそらくマクナス割れないんですよね。何のこと言ってるのか全然分かんないのかよ。あれ、もう毎回あれやってるんですか。あれやると本当にしゃがみたくなりますからね、ファールキップのキックの後。スカルスプリッターはちょっとコンボがミスが多くなってきた。あおっと、ここでアギトギリ、いいですね。アギトギリこれまであまり使ってなかったですけどね。カットスロート、ああいう技を混ぜていくと下段が当たりやすくなるんじゃないでしょうか。ああ嘘。さあ、これはただこの体力はやられちゃうやつか。やってしまったっていうやつですね。残んない、きっちりとしっかりしてましたね。補正の緩いうちにレイジャーツを当てて安心して倒すと。さあ、早めのソニファン、ちょっと読み合いのズーズーしさが、ニッツァさんが上がってきましたよ。さあ、左横ちゃんとしている出演おじさん、ニボルとか抜ける。さあ、R&B、これもですね、そのディレイかけるカウンターを確認するいろいろな出し方があるんですけど、あえてのもの出し切りとかやられると逆にしゃがめなかったりするんですね。小賢しい、最近もうみんなプレイヤー標準装備になりつつあるファジーガードなんてやってると、 R&B は実はですね、ディレイのかけ方によってファジーができなかったりするんですけど、まあ、どこまで相手が対策してるかっていうことをこう探りながらやっていくってことですね。まあね、お前これ知ってるのかっていう探り方、おじさん対決は結構重要なんですよ。すごい強い。さあ、若干無限ステージでもリターンが取れなくなってきているか。あっと、これはフラバタ狙ってるんですね、右に軸をずらして。ただちょっと得意なサイドではあるものの、フラバタの精度が低い。もうさかフラバタやらなくても十分減るようになってますからね。うまいんだな。うまいね。アギトギリがかなり機能し始めましたね。レッグスイープ、ファールキック。あー、レイジャーもちょっとステッピングアウトが間に合わなかったか。3本選手で新田さんが2、セットカウント2本リード。ロマシカでもいけんじゃないですか。いけちゃうでしょこれ。さすがにちょっとロマシカさんは視線倒しだとこのままロマシカもいっちゃうから。いけるべこれ。さあ、これ視線おじさん考えどころですね。おそらくご自身で分かってると思いますが、なかなかリターンが取れてないですね、選択肢の。そこをどういう風にするかですね。最初はかなり浮かせ技を当ててコンボを当ててというダメージレースで勝ってる印象がありましたが、このリストとかも結構やりにくいんですけど、まあそうだ、ビビってたら浮かせるからやってきたんで、当てるつもり、うん、もちろんもちろん、元気ないっす。あ、そうだ。
あれだけ買った。これちょっと止めてほしいですね。応援税としてはね。もっとなんかいや身になるアドバイスを馬鹿さん。身になるアドバイス、むずいですよね。普通に2人とも強いから。2時間あるって聞いてたんですけど、うん、1時間ぐらいで終わりそう。巻いちゃう。巻いちゃう感じです。すいませんね。7本連取か。で、勝てるか。いけるけど。うちのニッザはね、やっちゃう感じで。そんな感じ。いや、ちょっと今日ね、作戦会議とかも含めてやっていこうと思ってるんで、長めに撮りますよ。いや、もう大丈夫です。言うこと。言うことです。大丈夫。いや、このままちょっと止めて、流れを変えようかな。伸び伸びエンジョイでやったら勝てんだから。伸び伸びエンジョイでやってくれればね。そう。じゃあ村上てやさんの好きなものとか聞いてっていいですか。好きなものですか。何ですか。いや、レプラしゃがむ男です。そうですね。これから好きになっていきます。はい。すごいよ。なるほど。世界に3人ぐらいしかいない。レプラ3の3とかでしゃがむのは本当にいないの。いや、マジでいない。俺、鉄拳すごい、もう20年ぐらいやってるけど、2回ぐらいしかしゃがんだことない。そうだ、もう20年やってても2回しか。そういうことなの。あ、そうなんですね。10年に1回の。そう、それもう3回ぐらいやってるから。いや、すごい。びっくりするよね。できるできる。おしこ。じゃあ。おじさんがいけるっていう感じなので行きましょう。4分したいな。そうね。しょっちゃって。続いていきましょう。このまま。選ばれたのは G コープステージ。ここもまた壁が壊れますね。このステージで流れをどう変えるかですね。おそらく自分で今先ほどの試合を反芻して、なぜリターンが取れなかったのかということをおそらく反省したところでしょう。次の技の打ち方も注目ですね。おじさんにとってこう今みたいな状況が人生初なんですよ。追い詰められてるんですよ。しかも囚人監視の中じゃないですか。試合の中で日々の対戦の中でまくられたりとかするってことはいっぱいあるんですよ。もう修羅場くぐってるんで、だけどこうみんなが見てる前で修正して、しかもセコンドのアドバイスを直接生かすって意外と難しいんですよ。そうですね。セコンドがいれば勝てるってもんじゃなくて、意外とすごい強いプレイヤーでも言ったことをすぐできないプレイヤーとかいるんですよ。逆にあんまり強くなくてもセコンドを素直に聞いてアドバイス聞けるプレイヤーもいるんで、ここはですね適性の問題ですね。ドライブ当たったら黒黒さんどうですか。僕言われてすぐできるタイプ、すぐできるとかやろうってできちゃうタイプ。試合中にできない、言わないでほしい。逆にそういうのもあると思います。せめてラウンド感は言わないでほしいタイプだね。これ逆にインスタントのアドバイスでも聞いちゃうんですよね。福士さん投げ少なくないですかとか、うん、もうちょっとゲダメしましょうとかって言ってもらえると、次結構それ意識してできますね、すぐね、スポンジのように吸収して出せる人 いるよね。ただそれがね、その逆にその主体性がなかったりするっていうことにもつながって、なんかその自分の戦い方を貫き通しても勝ったりする可能性もあるじゃないですか。はい、はい、なんかこれ正解ないんですよね。結局勝った方が偉いんで、どっちでしょうね。さあ、ただ今のところはフラバタで壁トゥー壁、これはまあニーナらしくやってましたね。この真剣な勝負、さあ2本選手取り返したか、飛戦おじさんですね。さあどういう風に技を打っていくのか、ちょっと小技が増えすぎたと判断したかが、おっと太い技が増えてきましたね。変えていこう変えていこう。これはサイドスタップかなり機能してますよ。技もうクイックフックの外側から打つと技はほとんど潜りますからね。カウンターでこもいきます。非常に優秀な技、ただし発生が遅い。ラッキージャンプ広い仕上がってきた。ここは命のパワーチだ。キッチー入れていく。おじさん取り返す。これはでかい。明らかに中段の頻度が上がったのが分かると思います。そしてヘル技を打ち始めましたよね。ちょっと小技に執着しすぎたかっていうところが、おそらくご自身の反省があったんでしょう。これを受けて、読み合いがようやく一周したと思います。じゃあそんだけ大技が増えるんだったら、もうちょっとスティーブカーはカウンター取るよねみたいな打ち方になって、ようやくですね、今4対5 9本目ですけれど もう当初の読み合いから一周したかなという感じがいたします。一周したっていう、一周したな、折り返しちゃう、吸収できるっていう、すぐ吸収できるっていうのはまだまだ全然若い証拠ですか。ありがとうございます。めっ
ちゃめちゃいい、すごいコメント、なんかすごい真面目なコメント来たんですけど、そんなミオさん見たことないんですけど、ミオさんとかもう誰の言うことも聞いてくれない、うん、ってくるんですけど、めちゃめちゃいい、ミオさんは確か若い頃からあんま人の言うことは聞かないかったからね、聞くよ、俺もそれが伝えたかったんです。そうですよね、学者かと思ったよ。ミオさんはあの38歳やのにあのコメントちゃんと何のに吸収して何歳でも成長できるんやなって、うん、再確認。学者かよ。そんなマセイオが見たことね。なんとか。なんとかならないから。こっちのもんにはならんもんですかね。ありえない。何か変化あるのかと思ったら。まあ、さっきの論語のネタでもするようですけど、60にして耳に従って言いますから、60歳にならないとやっぱ人のアドバイス聞きづらいです。はい、これが10試合目になります。またここで 1P2P 変わるんで、これあれあれか、 1P2P 変わったら新田さんが伸びてきたって感じか。そうですね、お互い得意なサイドに回ったら新田さんがかなりペースを握ったということ。次の試合終わってからでしょ。サイド選択失敗したかな。大丈夫です、前半有利だったんです。そう、じゃあそろそろ行きましょうか、サイドチェンジの1個前のさっきの感じで、ね、ドラゴンネスト多いな、うん、4対5結構接戦じゃないですかこれ。接戦になってほしいってくるくるさん言ってたじゃないですかイベント前に。それはイベンターとしてそうですけど、別にそこマジガチでやってますからね。ワンサイドになってもね別に何もできないんで、我々介入できないですから。はい、相変わらずのスカ格の精度ですよ。でこれで、右アッパーみたいな置き技が打ちづらくなってスティーブに近づかれて、っていうのは、まあ、一番最初の読み合いですよね。カットスロートの打つ位置を変えている、遠いところから先端を打つ、そして密着を打つ、こうやって距離によって変えてくると、しゃがみとかさばきを入れ込むときの距離をね、距離で決め打ってるとああいう技が当たりやすくなりますね。さあカウンター取る、クリークで拾ってクラバタ、開幕の読み合いも注目ですね。さあ、フリからスライディングで滑っていく、ああいう涼しい読みが増えてきましたね。ビカリー、さあカットスロート、ちょっとタイミングを変えている印象。アラビカウンターですね。しかしクイックでカウンター取り返す、これはスティーブの運び能力なら壁でしょう。言うことなかいやでもミスったっすね。言わない方がいいまである、うん、さあこれで交代か、放送復旧しましたでしょうか。これは勝ち筋見えたんじゃないですか、ね、有利でしたね、5-5 ですね、うん、ちょっとごめんなさい、機材トラブルでちょっと中断しておりましたが、ただいま復旧いたしました、うん、なかったことになっているさあセット数は、ただ現在更新中でありますが、5対5完全に競っております、サイドチェンジに今、入っている状態ですね。丸をして丸、ハイキックボタン、ハイキックボタン、はい、で右バー、はい、さっきも言ったでしょ、ここはね何年でやる、ここはでも関係ないですかね、強さ、さっきのさ配信の方止まっちゃってごめんなさい、あれ消えんやったら早めやったけどね。あー、そっかそっか、カウントは、改めまして、5対5完全五分であります。取りつ取られつというのが繰り返しながら、競った状態でここまで来ております。そして、5本取りまして、5本のセットでありますのでサイドチェンジですね。いいんです変に、うん、ダメ、ワッキーがどっち、一番最初の方のサイドに戻りました、つまりお互いご自身曰くその不得意なサイドであると、うん、得意なお互い得意なサイドだと新田さんが取り返していたんですが、うん、それもまた五分に戻したというところですね、うん、あれ進んじゃったから、まあいいか、先ほどの試合がちょっと映らなかった部分もありましたのでこのまま行きましょう。あ、はい、ボタンセッティングしました、しました、はい大丈夫さあ読み合いが先ほどより近くなっているぞ。さああえてお互いの距離をどちらかが縮めているということでしょう。さあローキック、さあスカルス当たる、コンボが痛い、神聖ニーナ
失脚のステップ、これをうまく使っていく、失脚の有利、失脚の一発目。あーやってね、入れることですね、ガゼル。さあターンカッティングはちゃんとガード。おー、ディグリーズアタック、しゃがみ意識が高い相手に対してでしょうか。わお太太かったり、うん、レッグスイープは食べられませんね。おっと返し技仕込んでいる、投げ込むまでいく、起き上がりに総書派、動いちゃダメよと。さあ相手の出し切り、フリーからサイドステップいきますね。サイドステップスタップかなり強い技です。はい、ローキック、スカルス。下段の使い分けがなかなか洗練されてきましたね。カットスロートの打つ距離変えてるのがお見事ですね。さあ一方の新田さんもクイックフック健康一滴当てたい、当てたいがなかなか当たる距離にいない。あーやっちゃった。近い時には先に技を打っている。こうなるとなかなかクイック簡単で当てられないですよね。まあそうなると地上戦の中距離の差し合いでダメージを取りたいですね。うまい、ナイス塚角、あれうまいでござすからな。リーボルト、BB から行く右アッパー、ユーリーから素直に右アッパー、この辺りおじさんも素直ですね。カットするための R&B も見せつつのローキック一発目。そうジャンプで避ける。何マジ、今の確定ではないか。確定ではないですね。ただ一回浮いたら負けますよこれ。ニーナ浮かせたでかいの打ってくるんですよね。あー美味しい、期待値プラスになった。カカもらわなかったってやつ。あ、疲れてますよ、難しい。鉄拳セブンなら、おっとミス、おっと置き攻めだったか。鉄拳セブンなら3連勝ですよ。先戦だったら5000ポイント生きてるからね。今ねちょっとねコンボ落として一瞬の動揺がありましたけど、あのリカバリーが見事でしたね。なしなしなし、これなしで、はい、どうしたり。あ、リマッチをしちゃった。あ、リマッチを押しちゃいましたけど、一旦ブレイクを取りましょう、はいはい、うん、いやあちょっと中段の被弾が多くなってきますね。うんうんうん、ぐらいじゃない、まあ、うん、言うことだもん。3連勝してる、うん、だからね、切り返しがやっぱね、しゃがせの下段結構多いんで、それぐらい意識はいけてもいいかもぐらい。今の差が通るといいかなって、うん、はあ、なんかみんなおとなしいね。いや違う、これさ、むずいのがさ、アドバイスしたらさ、こっちに聞こえててさ、あれにはどうした方がいいよって言われるから、ね、向こうあれ言ってるからこうした方がいいよとか言ってくるんですけど、うん、なるほど、はい、言ってくるんですけど、株式会社アイアンフィストさんの、はい、いい、そこいいから、あ、伝言ゲームしたらどうですか。じゃあヘッドホンとか必要だったね、次回からそうしようか。あ、じゃあジュンさん、出演者の方にお酒出してもらっていいですか。すごい嬉しそう。対戦してる人は飲まずに、さすがにそこはガチでやってるんでダメです。なべくんなっちゃいますか、ね、まああのなんか滑らせないでくださいね、口は。今の前振りじゃないですよ。あれどうすや、あれ大阪のやつか。押すなよ、押すなよ、大阪のやつなのか、どうなるかがちょっと難しいな。ちゃんとその足元のカンペにも鉄拳は素晴らしいゲームですって書いてあるでしょ。ありがとうございます。と言ってくださいっていうふうに書いてる。そう馬しか何じゃあ言ってもらってもいいですか。どうぞ。格ゲーって見てても面白いんですよ、ね、すごい面白い。じっくり見ることない。いいね、すごい。格ゲー面白い、見てて、うん、あげますよ。格ゲーやっぱね、人の心を動かすところあるね。素晴らしいね。ミオさん何ですか。飲み物、お酒いいんですか。はい、じゃあハイボール。ハイボール、ハイボール、はい、普通に居酒屋始まった。大丈夫ですか、出さないでください。選手の方はなんかドリンクいりますか。大丈夫です。まだありますか。大丈夫です。マタさんはその流れを切られるのね、はい、うん、確かにね。僕はちょっとゲームに真摯に向き合いたいんで、お酒とか焼酎違うと思う、はい、マタさん雑魚高いですね。いやめちゃくちゃ今背伸ばしたものだったけど。あと村上が小さい、私がちょっと低いので。あ、そういうこと。そうですね、そもそもマタさんは普通に
通にそこそこ背が高いというね、それはあると思いますけど、ね、あ、何何そちら大丈夫、ええ、大丈夫ですよ、僕背が高いって話、それはそれ話、それのみです、危ない、全く対応がないので、やめてください、はい、するのやめてください、はい、慎重な話するなよ俺がそんなにないんだから、あ、そういうことですか、あ、ごめんなさい、あ、そっちにオチをつけてくれるだったら全然いいですよ、なんかついあのセンシティブな話になるかと思いましたけど、まさかクロコロ放送でそんなことする言うわけないじゃないですか、確かにそうですね、そういう話しないでねってすごいクロコロさんからめちゃめちゃブリーフィングありました、ね、言っちゃうんですね、大森さん結構心を砕いてこのイベントをちゃんとしようと思って事前にこういう共有とかをしてるんですよ、偉いなと思いました、ちゃんと NG ワードとかもねこうやって出したりとか、久しぶりに偉いって言われたよ、あんまり普段褒められないじゃないですか全然、はい、あの社会に出てるとおじさんになるとそうじゃないですか、最近でもミオさんに褒められたかな、何ですか、褒めたことない、褒めたことないかもしれない、いやないか、褒め状褒めてるとこ見たの、褒めますよ本当に、だっておじさんとかも確かに、だって褒められてから3連勝だ、ね、そうだそうだそうだわ、確かに確かに、最高のラウンドガールじゃないですか、別に黒黒さんだから褒めたわけじゃないんです、あ、そうか、なるほど、褒めるところがなかった、なんかちょっとやめてもらいます割り何かあるんだろう、まあ、じゃあここら辺で今このねおじさんの流れを止めたくないんで、うん、現在3連勝中すごいね、向こうのなんかね、なんか向こうの3連勝中だったこういう感じで、何そうそうそう、こっち勝ち出したらすぐ行っちゃう、そうそうだ、ね、そう、これ黒黒さんのコンセプトマッチなんで、実況解説が中立だと思わないでください、ね、実況解説が中立であるべきというのはもう競技シーンの話であって、これはクロクロさんはね、棋戦おじさんを応援してますからね、試合マジでガチですか、おじさんすいません、これ頼むいただきます、いや頼みます、こちら僕杯でお願いします、はい、じゃあ、おじさん側にドリンクが出たところで行ってまいりましょうか、準備よろしいですか、決めてください、あと4つ、頑張れ、あと4回負けれるんだからな、4回負けたら終わり、もう終わりになる、3回負けるうちに5回勝つだけでいいでしょ、そうそうですね、できるの、あ、できますよ、ああ、ありがとう、そういうそういうの聞きたかったよ、出ねえよな、デビルズレプラしゃがんでくるから気をつけてあいつ何なんだよあいつマジ何なんだよ、なるほどね、なるほどね、そろそろただ、うん、もう11戦目ですかね、お互いのやりたいこと分かってきたことでしょう、読み合いもね一周回ったような気がしますから、ここからはなんて言うんでしょうね、自力というか、泥臭い勝負になっていくんじゃないでしょうか、総勝派の学館も最初ソニーファンとか入れてたんですけど、ワンワンツーになってます、それでいいんですよね、そのミスるよりはというところもあるんで、この辺がかなりですね、おじさん同士の対戦だなっていう感じしますよ、特に数字上で絶対これ入れなきゃいけないとかって、こういうそのガチの勝負を長期戦で言うとナンセンスなんですよね、入れないと勝てないとかだったら別なんですけど、そうじゃないときはですね、妥協して流れを切らさないように確定反撃って休めのでもいいから入れるって重要ですから、四川おじさん確反離れしっかりしてますよね、そうだからイークロにアパストをすごいさっきから狙ってて、そのアパストをミスっちゃったりしてたんですけど、今総勝派にイークロソニファン入れようとしてワンワンツーにしてましたけど、そういうのもなんかやっぱお互いちょっと崩れてきたあたりが一番面白いじゃないですか、そうですね、さあフィニッシュブロー、これも先ほどね、ダックインになってしまったりしてたんですよ、さあスマッシュ2回倒したじゃん、うんうん、さあ BB からアンパチ上げときにノータイム、読み合いがいいですね、おい、さあコンボミス、ヒークルからは妥協せず狙っていくが PK しっかり入れる、失脚、置き蹴りを透かしてジグソーとかを当てる動きですね、これニーナ使いのもうかなりですねお約束のムーブです、カウンターカタパルトで拾う、蹴りますよ、囲むランウェイ、タックル、スライディングタックル、あ、やってね、やってね、何それ、割れないですね、コンボ締めの技かなり強いですね、そのシーン取るっていうのは勝つようにできとる、壁がなくなって無限ステージになりました、広いところでどっちが有利なの、これニーナがね大技打ちやすくなると思うんですよね、ディバイン地獄来るか、スカ早いな、おい、そうなんです、スカ早いんですよ、なんでその置き技で相手の動きを止めづらくて右アッパーとかを打ちづらいんですよね、ハイキックもそうですけど、で打ちづらくなってるとスティーブにこうやって寄られてしまって、寄るとさすがにスティーブかなって感じです、
もうちょっとあと半歩ぐらい、開幕ぐらいの場合まで下がってニーナは大技を打ちたいんですよね。ディバイン出してきました、はい、あもうディバインルイーナスヒール叩きつけ、あるあるですね。リーナ使いあのハンティングのコマンドが被ってるんで、あーなるほど、はい、あの Q に入れてる長さによって変わっちゃうんですよ。これもあの全国の今ご覧になってるリーナ使い、あーってなります。さあ肩パッドの銃しっかり入れていく。おっそれむずいよな。どうきっちり、ね、すごい各半10クレに10クレ入れてからレイジドライブで、しかもあのアドリブの拾いですから難しいところ2回やって倒してます。かなり流れいいですね。流れがね。おめえらだ。クラバタとかさ、しゃがんだ時にあれいくらだってんのをフィニッシュにしたよね。そうですね。それできちゃったらもうできちゃったら終わりかもしれないですね。あとレックスって本当はフィニッシュじゃなくてバーハニッシュ、ね、まあまあそうね。そうなんですよ、ね、まあやっぱね、基本的にこれがめちゃめちゃ刺さってるよね、うん、一瞬遅らしたところさばいてたり、あとね、ダメだよ半分遅らした瞬間めちゃめちゃ刺さると思います。それだけちょっと遅らせてさあ、冒頭申し上げました、スティーブ対ニーナということが事前に、ある程度分かってたので、僕ももちろん、実況解説仕事でやっております予習はしてきております。なかなかピンポイントでニーナ側スティーブ側この技で、インスタントに一発解決みたいな技の打ち方があるので、それどこまで出るのかなということを楽しみにしてましたが、やはり出てますね。まだもうちょっとあるような気がしますが、それはまあ先に行ってしまうと不遂なので、これから試合の中で皆さん見せてくれるってことだと思います。これもうちょっとやんなきゃなってお互い絶対思ってるんですよね。さっさっと行きましょう。2発止めでも当たるし、3発出されてもどうぞ。セットカウントは6-6であります。黒川さん、ちなみにこれデュースってあるんですか。またデュースというと9-9とかになった時に日本選手、いやないです、普通にもう10で終わり、終わりです。はい、あの魂の1試合になりますね、それは。はい、まあ、先に9飛んじゃいましょう。ちょっとおじさんメンタルがどうかなっていうところあるんで、リードしたいところですね。全然大丈夫です。この試合に向けてその体力、そしてあの人前に出るということで、あの、はい、パフォーマンス上げるために減量もされたそうですよ。減量、はい、なぜストイックに来たってやつですね。僕も、はい、取材してるんで。なるほど、うん、奥様ご公認でですね、奥様にその、あの体重を絞る協力もしてもらったと、料理と。おお、温かいパートナーですね、ありがたいですね。いいな、はい、家帰ったら温かいご飯があるんだろこの野郎。ないんだよ毎回その日が。イベントで残ったお弁当食べてるんだよ。まあ、しっかりしてるな。ちくしょう。いや、38歳でもやっぱそういうのですぐ吸収して、うん、いいこといいこと、すごいと思う。いいこと。38歳まっさらのノートだったか。さあ、サイドスタップを使ってきました。あの技、あ、連発してかなり流れがいいラウンドありましたからね。これですね、これレッグスイープとほぼツインになってるんですね。まあ、厳密にはもちろんその視認して反応できるプレイヤーってのはいるんですけれども、なかなかね、それね、すぐにやれてても無理ですから。さあ、逆相棒これ出せて、打っぱなしですね、完全にリターン勝ち。こういうことをニーナはやりたい。これ全部しゃがんでるでしょ、当たってないくないですか。デビルズキスに対して、うん、あの対策してると思います。あの浮かせ技、立ち途中の技を欲張らないでしゃがパンで止めて確実にダメージ取ってるんで、あれかなり対策してるんじゃないですか。さあ、カウンターか、抜けてくる、カウンター抜ける、ソリファンぶっぱなし、はい、すごいすごいね、うん。ここで大きく深呼吸、心を落ち着かせていく非戦おじさん。さばいている48、難しいですよ、ちょっと壁との距離が、ね、難しかったですね。ああいうアドリブで、ね、ニーナ結構、ね、迷うんですよ。これは取りたい、レイジンさせてしまったが、細かい打ち合いで取っていく非戦おじさん、6対6のまま。今のラウンドいいラウンドでしたね。ただちょっとまだあのペースが三ツ矢さんペースですね。距離が近いのはご覧になられると思いますが、寄るときスティーブが技を打ちながら寄ってますからね。2ラウンド取られてから試合を取り返されると結構心に来るから、ここは取って心優位に行きたいところ、ね。まあ、ハイキックも今打ち始めましたけど、今までハイキックスティーブに対してカウンターで当ててるシチュエーションあんまりなかったんで、ちょっと本人も打っていかなきゃなっていうのはあるんじゃないですか。まあ、いろんな技今こうやって、手を変え品を変えやってますけど、ニーナといえばハイキックですからね。
はい、そう、結果当たっていく、ちょっと休むぞ。妥協しました、妥協しました。頑張れ。あ、ぴゃっ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 。あいつうるせえな。よし、くーくー、いい流れ来てますね。いい流れ来たね、それ分かった。分かります。もうプロ観戦じゃん。勝ち越されてから勝ち越してるから、じっくり追いつくはず。いやでも、いきなりフィニッシュブローやる、言われてすぐやる。すごい。上段者の意識とやっぱ高いですね、相手は。うん、あとね、そこがね、そこと、うまいよ、まあ、単純に相手が。いや、ちゃんと下がってくると、少しずつ分かってくると、ちょっと熱くなりますね。熱くなる。お酒も入ってます。お酒も入ってる。ほとんどそれ、ほとんどそれじゃないの。違う違う違う。なんか2人ともちゃんとこう合わせてくるのすごいですね。すごい。あ、もうでも置いていくよな、ここからな。あと3回勝つか。あと3回勝つだけど、はい、いい流れできてますからね。ラッキーセブで止めとこ、もう終わりっす。いける。ちょっと長めに作戦会議でいいですかね。あれ、ちょっと流れ悪いと。あれ、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 ちょっとピーピーうるさかったですよ。なんかそう、ピーピーうるさかったですよね。ピーピーだね。小鳥とか小粒とか言うね。勝負は真剣なはずだから。確かに。やっぱ鳥飼ってて亡くなったから、鳥にはちょっと。あらー、センシティブなんですね。すいませんでした。あったかいご飯か、買いといてください。おっと、おっ、美藤美桜のあったかいご飯、これは高いぞ。佐藤のやつね。チンするだけ。佐藤のやつね。美藤が作る佐藤のやつ。おっと、おっと。神ちゃんどういう料理するんですか。私ですか。あ、もう辛いものしか作らないです。あとデスソースしかかけないです。何、黒黒さんがそういうの好きなの知ってた。そういうこと言って。優しい。アピールがすごいね。うんうんって。何何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 今日はこれぐらいやそれぐらい気持ちよくやってよ、黒子さん。ちゃんと開いてくれてるからさ。あ、来た。今ピピッと来ました、平井心が。四川、はい、おじさん、ここから勝ちます。さあ、心が落ち着きました。あんなに寄ってることある。ほんとやじゃん。すごい寄ってますからね。四川おじさん、準備は大丈夫でしょうか。バッチリです。じゃあ、四川おじさんチーム、OK なら美桜さん、OK ってやってください。あ、ダメみたいです。オッケー。可愛い。こりゃ勝つわ。頑張ってください。黒黒さんがやってない分、村上がな、応援するからな。そうですね。応援します。ここにすごいサポーターがね、2人いるんで。確かにね。それで勝ってとかあるな。うん、間違いない。さあ、ただここかなり分水嶺になるんじゃないですか。6対7ですね。結構重要。お互いイーブに近い状態で、サイドチェンジに持っていけるかどうか。どうなるでしょう。あ、そっか。次もサイドチェンジ。いや。次の次だね、はい、ここ重要ですよ。さあ BB から BB あえて出し切り、バック転を使っていく、滑り込む。日田さんのね、要所の左横移動がですね、かなり機能してますね。うわっ、割ってうまっ。ちょっとプロだったね、今。今のはかなりですよ。確かに割れるんですけど、あと横移動してスタッフでソニックファンク軸を直しているっていう、ソニックファンク軸に強すぎでしょ。いやもう今申し分ないランドセル、早速スカカクを入れる。さあ、ひせおじさんの技の空振りが増えているか。先に技でどうにかしようとしているのに対してかなり冷静な対応しているニッツァさん。さあ、フロントキックに対しても横移動して12、しっかり新技も使いこなしていきますね。さあ、フロントキックと中段、ちょっと先ほどより距離が近いが、あえて寄っているのか。出し切り、イークロを返す。さあ横移動、レッグセーブ、ついに見ている。うわー、見てからガードか。なんだな、すごい。すごいな。ここの近く。さあ、カットスロート、めげない。やはりですね、こう、下段を抑制されてしまうと、もう完全にスティープペースになってしまうので、ここは勇気を持って打たなければいけない。削ってますね。そうですね。つなげていこう、つなげていこう。相手の接近戦に取ってますね。頑張れ。クイックフック、何かがカウンター。コンボもソニファンで安定。その前に刻み一発増やしますから、いい運びですよね。押したよ。さあ、10カウントが入る。まあさすがに14試合やったらこうなる。
滑り込む、ジャブで止める、カットスロート、もうこれあのダメージレースですね。この体力で中段食らっちゃうとまずいから下段は何回か通そうって、おっとアギト切り素晴らしい、ロッテはレッグスイープが匂ったがサイドステップ、グー、あれここまた長く取られちゃう感じかな。さすがさすがだな、うん、あれレッグスイープ、あの下段のやつもさガードしてるやん、すごくない？すごいと思いました。あ、レッグスイープガードする男の人どう？そんな誘導なんだ。誘導が多いから。そうなんだ。誘導が多い。いやでもここぞなんだよ。ここぞのとこなんだよ。村上のプロフィールに書いた方がいい。あ、そうです。そう書いときます。こういう好きな好きな男性は、男性はレプラしゃがむ人か、レッグスイープしゃがむ人って、私ちょっとそうします。公式プロフィール。事務所に言って、そうですね。それ変更させていただきます。はい。そうだな。ニッツァさんっていうのも入れてあげてます。そうですね、カッコしといて、カッコニッツァさんって名指しで来るとちょっとあれかもしれない、 N ニッツァさん、ボー S さん、 N ニッツァさん、こっちのスタイル勝ってるから気持ちよくなってますね。おしゃべりしてんじゃねえよ、なんかひがんでますね、なんかひがんでますよ、ちょっと冷たい、エンジョイでしょ結局ね、エンジョイさせてもらってるんで、うましか、ちょっと身のあるアドバイスしろよ、身のあるアドバイス俺がやっても負けるじゃん、負けたこれね、おじさん、あの心なんだよ、もうミオさんの、ミオさん次第、ここはおじさんを落ち着かせて、そういうことなの、やり込んできた、勝つのはおじさんです、会社30代程度で老人が言えるような、全然まだおじさんじゃないですし、なるほど、でかい学者かと思ったよ、老人ホーム建ててる側だもん、そうっすね、もう建てちゃってる、建ててる、入る側じゃないもんね、建てちゃってるね、もう経営者側だから。あれなんか新田さんが頼もしい顔になってきちゃったな、顔つきが可愛いみたいな、顔もぐちゃぐちゃにしてる、普通のことやってるだけだもんな、なんせその久山さん必勝祈願でお参りまで行ってるそうなので、そうなんですか、すごい、ここね、でもマジでおじさんが諏訪大明神じゃないですか、諏訪大明神は万事必勝の神です、出てる、あの僕民族学専攻なんで、なるほど、はい、どうしたかと思って、万事必勝の神です、自分を信じてるから大丈夫だよね、こっちは結城市ですよね、結城市にある諏訪大明神ですね、茨城トークになっちゃうんですけど、あの藤原の秀里ゆかりの神社なんですよ。そうなんだ、知らなかった。すごい。そこまで神頼みも人事を尽くして天命を待つまで持っていくという意気込みなんですけど、残念ながら瀬戸さんリードされてるということで、ここは出したいですよね。霊剣新たかなところ行ってますから。この十先のね、先に9取られちゃうっていうのは、本当信じられない心来るのよ。それをぶちのめせるか。別に関係ない。ニュースありですか？なしです。デュースはね、ないそうです。ないんですか？あれはじゃあ、後で試合。うん、サクッと。分かってて聞いたと思いますね。ありにしてもいいか。何が？ありにしてもいいか。それはさ、それは主催の。だって、俺さ、10先で終わるんだよね、本当に。10行って20だったとかないよね。ないですね。大変すごいな。試合はガチですから。主催、黒黒さんだからね、いかようにもしてもらえるから。いや、あの、おじさんが勝つってこと、僕、とみおさん信じてます。あ、そういうことですか。はい、あのレギュレーションも黒黒さん次第なので、はい、もう試合はないですさすがにそれはフェアにいけます。神の一声あるか、うん、あるかこれ。ないそういうのもうこれあの、うん、敗者にマイクは持たせないんで、終わったら勝者にだけマイク持たせてエンディング入ってブチって終わります。負けた方にも喋らせてあげた方がいいんじゃない？ダメダメ。あの、ま、敗者にマイクは持たせないから。でもマイク握るのはね、ニッツさんですからね。マジでそういうコンセプトしてはないと思うよ。練習してる感じだ。そこに喋るか。あれ、これまでずっとそうでした。白い歯見せた方が本当に負けるから。負けたやつで喋ることはねえと。わかりやすいですね。落ち着いたかな？おじさん落ち着いたかな？ミオさんちょっとおじさん落ち着いた。おじさんはずっと落ち着いてますよ。俺が落ち着いてなかっただけです。そう、黒黒さんが落ち着いてない。行きましょう。じゃあステージの方決めてください。やっぱそこじゃないですか、黒黒さん。落ち着いてるおじさんと落ち着いてないおじさんの差がここで出てるんじゃないですか。家に帰ったらあったかいご飯があればね、落ち着くからな。違う違う、落ち着いてないからあったかいご飯が出てこないんです。なるほど、そっか、なるほどね。ここでおじさんが平常心を保って15試合目ですね。これの次逆サイいきます。これでサイドチェンジですね。さあ、先ほど十分時間を取ったので、トークの合間にですね、反省をしていることだと思います。右アッパー、そうですね、こういう置き技、スカ角を入れられすぎて置き技がちょっと少なくなってたのかななんていう反省もあったのかもしれません。
ソニックファング1回当てられてもですね、その無限ステージだったらライン上げられても壁に追い詰められないですから、ずうずうしく右アッパー打っててもいいのかもしれませんね。しゃがみガード結構するな、まあ、お互いしゃがみどころやっぱり考えてて、このソニックファングでめげない方がいいっていうことでしょうね。そこはちょっとどういうふうなコンセプトなのかって言ったら、これ受けば危ないですからね。リーナの今の火力舐めちゃダメですよ。一回何らかの風が当たるかレッグスイープをカウンターしちゃうと、もう大変ですよ。さあフレーム使うよ、慎重でしたね。今浮かす技だけは食らう前という新田さんの動きが垣間見れました。さあ BB をしゃがんでイークロー、ここはフィニッシュブローに行かない、冷静ですね。もう固く勝ちにいってる印象がありますね。そう、アギトギリ、そして、サイドステップスタップ、この辺りがリターンを取っていく総勝破、ダメージの高い技が増えてきた。こうなるとスティーブ側がやや面倒になっていく。これが足りなかったのかもしれません。1ラウンド1ラウンドが重い。向かってくるダコリュー、2発目しゃがめず、カットスロート、先にレジになった。いい状態、お互いがいい状態、先に消失したな。おっと、これはどうなる。ダメなやつか。マジレスじゃん、そんなしなぐのいいじゃん、そんな殴んなくていいじゃん。冷静でしたね。今もレイジドライブガードから有利を生かして攻めたりすることも十分ありえたんですけど、やはりその負け筋を消すために慎重でしたね。さあドラゴン、これは動きに当たるドラゴンか。さあイレイザー早い、イレイザー練習してる、スマッシュ早いですね。かなり押されているぞ。イークロ1からイカパン、ショートアッパーもう中断、事故起こさないようにコンボをしながら、ダンダムゼ、ダンダムゼ、暴れはちょっとうまいよ、うめえよ、めっちゃすごい。今の逆に立ってるスタン操作ですね。今のスタンすごいね。今のスタン操作すごい、めっちゃすごくない、確かに。あ、これで交代か。はい、サイドチェンジでございます。少しお時間を取っていただけると思います。いや、セコンド2人からありましたけど、なかなかしびれるスタンスさん打ちましたね、逆に痛くて。すごい、今のスタン打てる男の子なかなかいないよ。そうですね、ちょっとプロフィールにそれ書いておきます。勝負どこのスタン打てる男の子って書いておいて、ね、書いておきます。そうですね、前両系で1回コマンド構えてから打ってますからね、逆に痛くて。うまかったね、こう下足りないぐらいだと思う。パスって何も起きてないが多いんで、なんかでも対応して買ってるから、マジで何も言うことない。伸び伸びやってる。マタさんというのは多分確かにそうですよね。硬く対応して買ってるってところがあるんで、アドバイス特に何もすることない。ガードしてハイキック普通に切り返してもいいとは思う。前半はかなりいい感じリードして、ダメージレースで勝ってた姿勢王子さんですが、ここに来て、人数さんが盤石の体制となってきましたね、先に手を出させる、相手に手を動かせて対応して勝つというところになってくるので、このペースだとなかなか厳しくなってくるか。これはもう3回負けれるというよりはもう決める気持ちでいった方がいい。もう次にもう一発目バッティングはなんだ、もうサクッと。でもここでもしかしたらコメントを吸収できるのがね、おじさんの強みです。さあ、姿勢おじさんへの応援のコメントも続々届いております。さあ、視聴されている方々、応援されている方々のためにも意地を見せたいところ。ここでですね、3回目の、間違ちで、CM に入ります。 CM、 はい、めちゃくちゃなんか心整えさせる。心めちゃくちゃ整えさせるやん、あいつ。想像で無茶ぶり、もう映ってます。アマゾンプライムに入ってる人はスイッチのチャンネル登録が無料になるんです。お、ご説明ください。はい、アマゾンプライムに入っている方、ご加入の方多いと思うんですけど、こちらの方なんと今スイッチのこのチャンネル登録が無料となっております。こちらのスイッチをですね、ぜひ、何ですかいじめですか何ですかこちらのツイッチをですね、ぜひチャンネル登録していただいて、ちょっと馬鹿さん顔作ってください。はい、こちら登録して、あれかな、通知とかが来るようになるのかな。なる？なる、なる、なる、ね、もう見逃しのないようにお願いいたします。
頑張ってるんで、ね、こういうイベントをやっていくんでしょ、うん、やってきます。どれくらいの頻度でやられるんですか、こういう。どれくらいの頻度なんですか。まあ、1ヶ月半に1回ぐらいやってるかな。 TV 作るのなんてすぐだから、ポン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 やっていく感じださすが。体調崩してんだ。クラクラさんは暇なので半月に1回ぐらいですね。いいですね。すごいです。人気が出てチャンネル登録が増えればミオさんとかテアさんのお仕事が増えるわけじゃないですか。あ、確かに、まあ、レギュラーで出たい。これね、最後にも言いたいところではありますけれども、こうやってご覧いただいた方はなるべくフォローしていただいて、コメントやクロクロさんへのツイッターでも構わないので、こういうコンセプトマッチが見たいとか、こういうのがいいとかっていうことをガンガンいただければですね、クロクロおじさんは頑張ってまた働くので、ぜひともよろしくお願いします。この辺動いてくれるタイプ、需要があればね、すぐすぐ動いてくれる。皆さん見たい、見たい試合あるでしょう、コンセプトマッチね。すごい今日一の満面の笑みですよ、クロクロさん。番組への要望やクロクロさんへのクレームなどもすべて受け付けておりますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。さあ、こういう本当に本当に次の試合で決まる前に CM を入れましたが、いかがでしょうか、準備の方はよろしいですか。決まっちゃうともうブチって本当に切るんで、もうちょい引き伸ばそうかな。あと何時間ぐらいやりますもんね。まあまあでも。ではあの普段の大戦とかランクマやってると、まあプレマでもいいんですけど、4連勝とかってザラにあると思う。あるある、そう、うん、もう全部忘れてから挑めばここからあると思うんで。みんなあれ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 クロクロさん、ちょっと待って、そんなに瀬尾寺さんにちょっと肩入れしすぎてんじゃないですか。9対6になってますよ。逆じゃ、今逆なったんで、ね、もううちのニッザがね、ね、ほんとにもう村上のニッザがさ、そうになっちゃってるじゃん。そうですよ。あれ直せねえな。あれ本当に、本当どこだろう。あんまりじゃないですか。あれ今 2P がどっちになったんですか。今度 2P は 2P が非戦おじさん。2P が非戦おじさん。はいはいはい。そうですね。何もできなくなっちゃった。何だったかいの言うて、何だったかいの言うて。頑張ってください、木村さん。マジの試合なのにみんな素直にうまいうまいって言い合うのめっちゃ良くないですか。なんか相手のこと素直にうまいってあんま言えない気がする。素敵な試合。普通にうまいよ。言ってまうぐらいの内容では。あ、それなんかやっぱすげー嬉しいですよね。マタさんの人間性が出てますよね。普段なんかちょっとヒールやってますけど、なんかめちゃめちゃなんか言われるんじゃないかな。いや普通に強いわ。これ言うと多分うざがられるんですけど、優しいから。そうそうそう、想定の範囲内だ。うん、でももっとやれると思うけどね。全然なんかゲランとかさばけるところ、ローキックって言ってたとこ全然食らってるし、あれもいつだとさばくんかなと思ってるけど。すいません、あれ 2P が非戦おじさん。うるさい。何回もそう言ってんじゃねえかよ。待ってる待ってる待ってる。皆さんね、このわちゃわちゃしてる間にね、チャンネル登録をしていてくださいね。そうですね、チャンネル登録。この間暇だと思うんで、やることないと思うんで、ついでに Amazon のプライムもついでに登録して。サプラから。なんかね、普通にサブスクすると多分500円とかかかるんやけど、Amazon プライムに入ってる人は無料でサブスクができる。でこのチャンネルでなんかスタンプとか作ってたら、そのスタンプも無料で使えるから入っててください。博識、さすが仕事してる。さすが普段から配信やってるだけありますね。いえ、激動のマタドルチャンネルっていうチャンネルで確かに配信はしてますけども、配信してますけども、はい、まあ、今日もこの後やるかもしれないよね、うん、YouTube ね、はい、うん、激動のマタドルチャンネルで一応検索だけして、うん、まあ、チャンネル登録そちらの方、そう、ね、はい、やってみてはいかがでしょうか。高評価もね。高評価も、うん、ね。俺も黙って見てるけど面白いんだけど、意外と人が来ないんだよな、マタさんのチャンネル。100人ぐらいね。これで合ってるでしょうか、画面の方。合ってねえぞ。わざとですか。あれあれ。マジでマジで間違えた。あいつよ。みんながさ盛り上がってて自分が笑いの中心になってねえからって思ってた。あ、知ってた。あ、寂しがりなんですね。やだやだ。黒さん面白いね。かわいいです。いや、
赤ちゃんみたいに扱うのいいですよ。いいんだ。新しい扉開けないでください。もうやめてもらって。あいつそういうの嫌いじゃねえんだよな。これでよろしかったでしょうか。はい。万事万端なんじゃないでしょうか。はい、じゃあそろそろ次これ非正おじさん勝ったら、うん、ミオさんの明日のコス掘りの宣伝とかできるんで、うん、頑張ってくださいこれ。頑張ろう。今やっちゃいます、うん、じゃあ。いやいやいや。宣伝しに来てないんですね。じゃあ。させれません。おじさん頑張ってくださいね。よし。ミサさんがここから4連勝です。ああそうですね。そんくらいのね余裕を持って。大丈夫。宣伝のために体を売ったりとかしないっといちゃう。体売るとか言った今。どういう意味じゃ。はいじゃあ決めてください。はい。あ決めた。決まりました。自分で進んでた。当たり前にあと1回です。さあ、非正おじさんにかかったのはここからの4連勝、新田さんはあと1つ、あと1つってやつだ。頑張れるか。ここまでラウンド感取ってくれるコンセプトマッチもないですからね。かなりリセットできたんじゃないですか。さあ、前ダッシュからショートアッパー、なかなかもう新田さん、アグレッシブですね。さあサイドステップスタッフ使っていきますが、クイックがカウンターで当たってしまう。壁まで行くでしょう。安定コンボダーティー。おっとラッキー。珍しいですね。あれダーティー疲れづらくなったんですけど、バージョンアップで。うめえんだが。おいおいおい、はい、大丈夫なのかよ。大丈夫だよ。誰の前で私立ってんの。おっとクイックスクどうでしょう。スプリング島はさすがに古いよ。分かんなかったか。歯を見せるな。おっとカウンターちょっと難しいぞ。おっと入れ替えたのか。配送。いやおそらく波動 RK のミスなんじゃないでしょうか。マクラスですね。頑張れ。マクラスじゃなくてですね、失礼しました。新技のカットスロート当てていく。ちょっと緊張しているか。動きが硬い。よんどんどん跳ねている。頑張れ。さあダメージ入れし、バギトギリから、はい、おっと、早めのローハイを打ったが、ヘイ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 、何年やってると思ってんの。ただ今せ、ちょうどセンターのシットスピンでしたね。ちょっとヒヤッとしましたけど、ギリギリだったね。はい、さあ遠目の滑り込みが新田さんには当たらないですね。ワンマンツー、シーグルしゃがんでいる、うん、抜けてるよ。フリからのスタン操作が上手いですね。触っていく。ワールキックからこの選択肢走る。いいやつ返す。2択成功。いいね。命ロットもしもっときっちり。あ止めんなや止めんなや止めんなや。ちょっとね今のディグリーズもねびっくりしましたけど冷静でしたね。彼と言っておるぞ。うわ大丈夫。おじ落ち着けるか。ちょっと硬いですね。動きたらまだ頑張ってもらいたいところ。カウンターが取れない。ニッツさんが冷静ですね。おっとハイキックカウンターの時にハイローまで出している。コンボに行けません。うまいうまいうまい。さあ首刈り壁には当たらず前ダッシュからクレッシェントフック。かなり三田さんアグレッシブ。いいよ。さあ非戦おじさんが壁に追い詰めていくか。おっとスカルスクッカークで拾う。左の軸ずれも問題なし。今の壁近いよ。置き蹴り確定。一回ラインを上げる。おっとリバインを打つ。ローキックでカットする。すごい。うめえ。まあまあエンジョイで十分ってことね。よし。なるほど。さすが。なるほどですね。まあ次のガチ勢呼んできてもらって、まあ新田さんと対戦っていう感じのイベントになっちゃうかもしれないね。これからね。なるほどね。そういう展開か。何？葬式会場か。あの歯医者のおじさんはもう喋らないでください。ピンマイク入ってるんで。この重先負けた方は喋れなくなるので、じゃあ、座ったままで大丈夫です。新田さん、はい、炎上性って言ってすみませんでした。どうでしたか。いやでもまずこの場を作ってくださって、クルーさんありがとうございます。
で、まあ、練習付き合ってくださった方々、お名前出させていただいたんですけど、まあ、最後に本当に青さんとみっちり本当練習して、まあ、そのみんなで気をつけるところ、あと自分の悪いところ、全部修正して、まあ、この場に臨んだということで、まあ、この結果になったかなと思います。I have 青ですね。I have 青と、I have マタさん。あと、I have ティアさん。ということで、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。いいまとめでしたね。いや、なんか、そうなんだ。あの、改めてですね。力あるな、はい。改めて勝者、ニッツさんでございます。拍手お願いいたします。ありがとうございます。よかった。よかったね。すごい。じゃあ、ニッツァチームの、テヤさんもお話、はい、どうでした今日は初めて e スポーツ観戦というか、ガヤやってみて。そうですね。このゲームをここまでじっくり見させていただくの初めてだったんですけど、でなんか最初すごいお互い互角で戦っててもうすごいなって思ってたんですけど、もうなんかだんだんこう回を増すごとに自分も熱くなってしまって、もう、ね、今度は自分もやってみたいなってちょっと思いましたね。はい、うん、面白かったです。100点満点のコメントですね。本当に1ヶ月の1回でも触ったそろそろ買ったのかな。買ったすぐ囲いで買うから。始めました、教えてください。もう今フォローすごいですよ、鉄拳の。あの黒黒さんをフォローしないけど村上テアはフォローするっていう飛び越えていくやつが、はい、あのそれでいいと思います。いや、よくねえだろ。よくねえだろ。よくねえだろ。ハブスでしょ。意図しているでしょ。黒黒さんはフォローしないもん。別にフォローしないでもいいから、あのチャンネル登録はよろしくお願いします。チャンネル登録だけ。マタさんですね。はい、コメントいただければ。今日ニッツァさんが勝ったのはマタさんの本当おかげだったんじゃないでしょうか。いや、マジで何もしてない。あのめちゃくちゃうまかった、普通に。なにさ、こうなんていうの、僕、まあ、やっぱり一戦でやってきたけど、まあ、そういうのに出てない人でもこんなに強い人がおるっていうのがやっぱ分かったから、うん、まあ年取っても上手い人は上手いんだなと思わされましたね。はい、いいイベントだったのではないでしょうか。はい、もう100点満点のコメントじゃないですか。くー、もう顔も良くて結婚もできて、仕事もうまくいって、鉄拳もうまくて、全然鉄拳もうまくて、待って、ちょっと NG ワードだけ確認させてもらいます。最後に最後に NG ワード。最後に最後に。じゃあ、あの非正おじさんはもう喋れないんですけども、うましかどうだったでしょうか。いやー、想像より相手が強かった。想像の上を来ちゃったっていうイメージでしたね、完全に。本当に強かったと思います。ありがとうございます。うましかのスティーブ超えてた。俺のスティーブ、まあ、俺のスティーブよりは、ちょっと下がっちゃう。今日だって、今一番かっこいい。今日間に合ったんですもんね。1日足らなかったんですけど、昨日、1日遅れてれば、俺のスティーブが間に合ったんですけど、良くなかった。でも、途中までめちゃめちゃ熱い付き合いだったんで、楽しかったです。けどいらないね。お酒飲めてるからなんでも。アドバイスの方ありがとうございました。ありがとうございます。サポーター、おじさんサポーター、みお、はい、さん、はい、駆けつけてくれました。どうだったでしょうか今日は。いや、自分もこんなにちゃんとめっちゃボケてる。嫌がらせか。はい、させて見させていただいたの初めてだったんですけど、やっぱ何かにめっちゃ打ち込んでる人をこんなに肩入れして応援するっていうのがまず楽しい。もう見てて面白かったし、途中までのあの互角な感じもこうちょっと苦しくなってきてからのおじさんのなんかこう頑張りみたいなのもすごい熱いものがありましたし、なんかやっぱりこう何かを一生懸命やってて、そこになんか年齢とかおじさんとかも関係ないのかなって思いますね。黒黒さんは早く彼女を作ってください。いや、そこら辺 NG ワードに書いてあるんだよ。そんなこと いいだろう。あれ言わないでいいだろう。おじさんはかっこいいんだよな。本当のおじさんはかっこいいんだよな。あったかいご飯が待ってんだろうな。だよ、まあ、おじさんに、みおさんありがとうございました、はい、本日は、もう一回じゃあそれ見せておいてください。はい、はい、みさん、こんな、ね、楽しい試合をお届けしてくれたこちらのチャンネル、ツイッチでぜひチャンネル登録してください。今アマゾンプライム会員の方なら無料でサブスクがわからないね、私。サブスクライブ、サブスクリプションが見れる。見れる、できるできる。はい、そうです。すいません、自分がおじさんでした一番。
自分が一番おじさんでした。回収していただきます、はい、なんでよろしくお願いします。もうおじさんもね、ぜひ再生したいですよ ね、 こんな、 ねないから、そういうのはないもう、足の使えないおじさんなどいらん。まあどこかでね、次のコンセプトマッチで、コンセプトが適合すれば、お二方どこかで出ていただける機会もあるでしょう、うん、まあ、そのはね、クロクロさんに皆さんこう応援していただいて、うん、登録もしていただいて、こういうコンセプトマッチがね、2週間に1遍ぐらいできるように、応援していただければと思います。はい、お願いします。それ、じゃあちょっと複数の方挨拶しても、そっち見て挨拶してもらってて、はい、ちょっと僕準備がありますので。改めまして皆様お疲れ様でした、楽しいイベントでした、こういうコンセプトマッチもいいですね、各競技シーンに呼んでいただいて実況解説をさせていただくことがあるんですけれども、やはりプレイヤー一人一人がですね、ドラマを持って戦っているというところがですね、今まさにこの瞬間もそういう対戦が行われていることだと思います。そのどれもですね、一試合一試合かけがえのないものだと思いますので、そういった部分をうまく切り取ってフォーカスして、今後ともクロクロさんがですね、こういったコンセプトマッチ開いていただけると思います。プレッシャーをあえてかけさせていただきますけれども、こんなコンセプトマッチが見たい、誰々出してくれ、こういうのはどんどんクロクロさんに送りましょう、身銭を切っていっぱいやってくれると思います。あいつとあいつと対戦が見てとか、最年長の対戦が見たいんだったら最年少の対戦も見たいんじゃないかとか、いろいろなコンセプトがあります。皆様と一緒にですね、ぜひともアイデアを配慮しながら、こういったコンセプトマッチ、これからもこうやっていただけ、やっていければなと思っております。本日はありがとうございました。さっき PV 流した時さ、音流れてた。なんか久しぶりすぎてよかったのかな。まあ、チャンネル登録してくれればまたテアさん見れるし、ミオさん見れるんで、よろしくお願いします。またやっていきましょう。てか、次のご予定はちょっと気が早いですけど、まあ心の中にありますよ。確たるものはないですけれども、大体の目安とか、せっかく今日ね、大勢の方いらっしゃってるので、どれくらいにやりたいとかありますか。6月にはやりたいかな。6月、早め早めで、はい、行きたいと思いますんで、はい、はい、なのでこういうのやりたいっていうのを、先ほど繰り返しになりますけども、どんどんクロクロさんの方にですね、ご意見、ご感想を、先ほど申しましたクレーム、そしてこんなアイデア、どんどん賜れればと思います。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。PV ってさ、音出てた？すごい気になるんだけど、せっかくエンディングもちゃんと作ったのにさ。エンディングも音流したいですもんね。ね、ねえ、ちゃんとコメント来てからエンディング入ろう。出演者の皆さんもうちょい待っててくださいね。飲んでていいですよ。エンディングまだ見てない。あ、ピブ音出てた。あ、よかった、よかったです。力作ですからね。はい、じゃあ皆さんのマイクを切りましょう。ありがとうございました。待ってね、待ってね、バイバイ、バイバイしよう、バイバイしよう。はい、ありがとうございました。あ、そうだね、ちょっとそれで映ってないんで、映ってないんで、待って前でちょっとちゃんと映してもらいたいんで、握手してるところは、はい、そこでして。じゃあ握手、じゃあここで。ありがとうございました。強かった。ありがとうございます。マジ強かった。すごかった。あ、すみません。はい、じゃあね、バイバイ。